い、それではありがとうございます。寺脇系トークセッションを始めたいと思います。今日のゲストは坂手洋二さんです。イエーイという感じです。岡山の皆さんご存知でしょうけれども、岡山出身の劇作家で、劇団林口群の主催者でもいらっしゃいます。で早速なんですけれども、坂手さん、毎年岡山でお芝居を林口群のね、必ず見せてくださいますが、今年のお芝居はクジラと見たいねっていう、クジラのお芝居は坂手さんたくさん作ってらっしゃるんですね。クジラの公表とか、これで4作目ですかね、クジラのお芝居。本当はね、細かいのを入れるといっぱいあるんですけど、まあでも大雑把に言うと、新作ということで、新作、はい、岡山は、今年は12月19日です、うん、たったもう1日限りなんですね。1日の1回限りなので、今から予定を開けといてください。で今日は、ね、チケットももう早々と思ってますので、よろしければ私の方にチケットお申し込みください。今だったらお帰りです。あとで、今日はですね、坂手さんと寺脇さんは皆さんご存知、元、文科省文部省の、どこまで行かれたんですか。今日は文化庁文化部長です。あ、そうですか、はい、とにかく人を変えうるのは教育と文化だというのが信念の寺脇さんと坂手さんで、岡山のというか、文化行政についてとか、市民会館岡山で新しいのができますけれども、どういうふうに私たちを使っていったらいいんでしょうかみたいなお話をしてくださいねっていうふうに、さっき打ち合わせをしてましたら、寺脇さんが早速、まだいっぱいもお酒飲んでもないのに、行政が文化なんかやるからつまらなくなるんだよとかっておっしゃってましたね。そういう話をじゃあちょっとスタートしていただければ。いや、スタートっていうか、行政がね、文化予算っていうのはそれは必要だとは思うんですけども、文化庁にいる時によく言われてたんですね。日本って文化予算が国家予算に占める割合っていうのはものすごく少ないんですね。だからどうして日本はこうなんだみたいな話を言われて、ただ私はやっぱりちょっとその文化っていうのは、長い蓄積の中でやってるわけですよね。例えば京都に祇園祭っていうのがあって千何百年やってるっていうけど、あれは行政の金は全くと言っていいほど出てない、最近はちょっと出てるかもしれないけど、ずっと自分たちでやってきた蓄積みたいなものがありますよね。でそういうのがない国は最初から作っていかなきゃいけないから、よく比較されるのは韓国と比較されるわけで、韓国はものすごく国家予算が文化に対して投じられていると。だけどその韓国はいろいろ朝鮮戦争もあったし、その前の植民地支配を受けたりとかいうことの中で、文化インフラっていうのが非常に痩せ細っていたので、それを新たに作っていくっていうようなことで必要 な面もありますよねと、いう、今韓国はすごくお手本になってるわけですけど、その時にそのお金を国家が出すっていうのは、いい政権が出してる時にはいいことだと思ってみんな喜んでるけど、悪い政権になっちゃった時にどうなるかっていうこともしっかり考えなきゃいけないよねっていう話。映画監督協会の会長の蔡陽一なんかは常にそういうことを当時から言ってたんですね。国からお金をもらおうなんて考えてると恐ろしいことが起こると言ってた。で実際韓国は保守政権になってからどんどんおかしくなってしまって、今のパク・クネ政権の時にはもう映画人が全部選別されて、反政府的な人間は一切排除されて、政権にすり寄るような映画人にはお金が行くみたいなことになり、これこの間ご存知のようにブラックリストを、映画に限らず演劇でも何でもブラックリストが作られちゃって、こいつらはあれだっていうようなことにまでなっちゃう。
わけですよね。日本はだから今いくら安倍政権のことをボロカスに言ったからっつって映画が作っちゃいけないとか演劇作っちゃいけないとか、その松本博みたいな人が毎日それやってるわけだけど、それでやれていっちゃうみたいなところがあったりもする。だからどう取るのかなと、まあ、確かにその日本政府というのは現時点を見るとお金を出してないけど、もうまあ長い歴史の中でずっと蓄積されてきたようなものを考えていくとどうなのか、それでじゃあなんで、つまり民間の文化に対する支出っていうのはあんまり計算、そんな計算ありますかね。そのつまりあれなんですよ、教育費でもそうなんですよ。教育費だって日本の教育費はあの GDP 比一番低いとか言われてますよね、ヨーロッパ諸国と比べるとなんとかな。だけど日本人が教育に支出しているトータルの財産って言ったら、これやっぱものすごいものがあるわけですよ。例えば稽古とさせるとか塾に行かせるとか、そんな時に出してる費用まで出していって、それ全部出し上げていったら、だからその教育に関する支出もそうなんだけど、文化に対する支出っていうのは公費でやるっていうことに限っていくとそんな、まあ、だから北朝鮮なんか全部あれ公費でやってるはずなわけですよね。あの中国なんかも割とそうだし、そのソ連なんかもそうだった、旧ソ連なんかもそうだったわけだけど、でそういうことでいいのかどうかっていう議論がある。まあだからどうなんでしょうね、これはまあ坂地さんはまた別のご意見あるかもしれないけれども、むしろだから民間人が文化に関して支出をした時の税控除とかそっちの方を考えていって、まあ、今いろんなあれが税制の問題ってなかなか難しいのは難しいけど、民間人が出す時の負担を軽くしていくみたいな、まあ、この頃クラウドファンディングみたいなんで、映画作ったり演劇作ったりする話も出てきてるけど、はいはい、うん、賛否両論ですけどね、あれはクラウドファンディングで、まあまあ、っていうのもね、うんうん、なのでちょっとそこら辺はね、単純にその2年さんがっていうような議論をしていくとちょっと危ないなという気は、その自分が批判されてる時からそう言ってますね。今は別に私文化庁人間じゃないから民間人ですごいって言うけど、文化庁で言われてさえそう言い返してた、本当にそれでいいんですかと、うん、さっきほらね言ってたけど、あんなのにまでお金出したんでしょ。ああ、だからそんなの結局あの役所がお金出すと、その絶対安全なところに出そう、あのあれですよね、文化庁の映画行政がもうひよっちゃったのは、私が辞めて直後か、靖国っていうあのドキュメンタリー映画があって、あれはひどい映画だったけど、それにあの文化庁が金を出してるっていうんで右翼の街宣車があれに出てきた、あれはおかしいですよ本当に。出したら本当はやっぱり別の理由でいけなかった、中国人が作った映画なんだけど、中国人がその考え方で作った映画なんだけど、それを日本のプロデューサーが何かが介在してるっていうことで無理くり日本映画扱いをして、やっちゃったところがあるんだけど、ただそれとは別にイデオロギー的にけしからんって話になってしまって、それは別にどんなイデオロギーだって構わないはずなんだけど、それですごいビビっちゃって、絶対安全なとこしか出さないってなると、東宝とか安全ですよね、あの大きな会社だし慣れするわけがないしって言うんで笑っちゃうけどさ、君の名はって200何億円も稼いだ映画に文化庁金出してたんですよね。でもそれは稼いだのは、まあその結果あんだけ長いことやったらそれは稼ぎますよね。まだやってるっていうぐらいずっとやってましたよね映画。うん、だからそれ当たったからやってる、別にそれあの見せたいからやってるんじゃなくて、売れるから、売れる商品だからずっと売ってるだけのことでしょう。さすがにあれはあの返さないとおかしいって話になって返したけれども、多くの場合は返さないですね、そこは分かんないと。あの君の名が儲かってないなんて誰も言えないような状態になったから、文化庁からもらったお金を返すっていうことになったけど、それ以外の映画だったらね、儲かってないですって言い張ることも不可能じゃないんですよ。直接費とか間接費とかあるから、この部分においては儲かってないんですとかいうようなことをやっちゃうと、本当に儲けてる映画だってあの国からお金もらってキャッキャッてやったりもするし、まあ、演劇ではそんなことありえないと思うけど、今度はあの大手じゃない映画でも、しかもそれ今はね5000万円以上の映画じゃないと助成しないっていうくだらない理由になってるんですよ。だから若い監督なんか絶対もらえないんですよ。自分で映画作ろうと思ってバイトして映画作る費用を兼ねてやってるような人には全然お金が来ない仕組みになってる。そして今度はその5000万っていうのを悪用して、
5000万の映画だって嘘をつくと、1000万とか1500万とか国から出るわけですよ。だから本当は自分の金が2000万ぐらいしかないんだけど、これ5000万ありますって嘘ついて、それでその金をもらって自分の持ち金の2000万ともらった1000何百万で3000何百万で作って、これ5000万かかりましたみたいなことをやってもわからないようなことになってしまっていて、もう本当にあの少なくとも映画に関してはその文化庁が出してる金ってドブに捨ててるようなもんですけれども、ドブに捨ててはないけど、そのなんていうのかな、ドブじゃなくてすごい大儲けしてるところに行っちゃってるからなんだけど、その、何のために出してるかっていうんだったら、まあ才能はあるんだけど、映画作る意欲はあるんだけど、金がないやつが映画作るっていうのを応援しましょうっていう趣旨には全然なってないんですね。だから昔ね、あのなんかフィルムで、まあ、あのインディペンデントの映画作ると、まあ、20年ぐらい前かな、7000万ぐらいってよく言われてて、それで一律2、3、500万でしたっけ、映画、なんかそういう時期がありますよね。やっぱね、それもいろいろなやり方が、変化していったんですよね。それはね、なんかね、とにかくね、これまたね、よくないのは、これは他のジャンルもそうなんだけど、これ、賭け問題ないけど関係してくるけど、文化庁が出すって誰が出してるって、国民が出してるわけでしょ。文化庁が出してるわけじゃないんですよ。で、じゃあ文化庁の文化部長になったら、文化庁の廊下歩いてると、いろんな 業界の人、業界っていうのは演劇界だったり、歌舞伎界だったり、歌舞伎界の人もないだろうけど、なんか古典芸能の人とか来て、で廊下でいつもやれて、補助金をいただいてありがとうございますって頭下げられる。で、私に頭下げる必要ないですよ、私が出してるわけじゃないんだから、国民の皆さんが出してるんだから、国民の皆さんありがとうございますって私は言うけど、私以外の文化庁の役人はおお、やっぱりってこうなっちゃうわけですよ。自分が出してるかのような錯覚で、しかもその映画とかだと華やかな女優さんが出てきてるのは、お礼を言われたりするとね、って鼻の下に伸びちゃって、あのやっていくみたいな錯誤が生じてくるっていうのもすごく嫌なんですね。でだから本当はね、あの一時期すごくいいのやってたのは、ビジネスライフにやるのが一番簡単なんで、あれどうしてやめちゃったのかなと思うけど、あの今映画って作るとこまでは歯を食いしばって作っても、上映するのがまた大変なんですよ。あの映画館にかけてもらうときに、その君の名みたいな映画だったら、それは東宝が自分の持ってる映画館にバッとかけていくわけだけど、例えば私が映画作っても、私も映画作ってるし、まあ、私が映画作ってる映画なんていうのは、映画作るとこのシネクレールさんのところに頼みに行って、なんとか上映してくれませんかって言って、こうしてとか、まあそういう救急としなきゃいけない。それで一時なんか文化庁がそういう映画には作るときはお金出さないけど、歯を食いしばって作ったら上映するとき の援助はしますよみたいなやり方をやってたんですね。とてもそれもあのインディペンデント劇場がどんどん少なくなっていっちゃうから、できなくなって、私はあのこれはまたこれからの話になるんですけど、国がそんな作品に金出すよりも映画館作っちゃって、その映画館にキネコンみたいに5スクリーンぐらい入れる映画館作っちゃって、今国立フィルムセンターみたいな改装すればいいんで、でそのスクリーンには誰でもかけられますよと、映画作った人はみんなここかけてもいいですよと、それで入場者数がある程度の数を下回ったらもうやめてくださいっていう話になって、でお客さんが来れば何日だってやっていいんですよみたいなことをやるみたいなね、そういうなんかこうなんて言ったらいいのかな、そういう内容とか、その国であるんですか、誰が作ったとか、うん、そういうのもないんじゃないかな。フィルムセンターはね、あの僕はあのダブリン、アイルランドになんか仕事でしばらく行ってた時に、あのフィルムセンターがあるんだけど、スクリーン4つぐらいあって、でいろんな全世界の映画を字幕付きでやってて、でそれをその、まあ、日本のフィルムセンターって あるんですけど、京橋だったからあるんだけど、あの、まあ、僕らも昔は行きましたけど、なかなか一般の人が行かないんですよね。行ってもね、あの上映途中だと入れてくれないとか、いろんなルールもあったりして、それでアイルランドのダブリンにあるフィルムセンターは割と普通の映画館の感じに近い感じで、みんな寄ってきて、で街の広場なんですね。で古い石造りの建物を、まあ、再利用してて、まあ、そこに付け足したりしてて、その真ん中の広場にみんな集まってて、で、まあ、ブックショップみたいなものもあって、まあ、街自体の作り方が割と、まあ、都市型っていうか、ちっちゃい都市でも、まあ、割と文化を中心にするっていうのが他の国はむしろ多いんですよね。ノルウェーなんていうのはイプセンを生んだ国だから、あの街のど真ん中にある駅の一つはナショナルシアターって駅があって、そこが一番栄えてる駅の一つですよね。
だからなんかそういう意味では町全体のことも関係あるのかなという気がしますけどね。まあだからそこはね、うん、やっぱり歴史この国の歴史の成り立ちとか、うん、そういうこととすごく関係してるんです。日本のフィルムセンターっていうのはスクリーンが2つあるんだけど1つしか使わせてないです、うん、1つしか使わせないでその1つで何をやるかっていうのはもうそこのキュレーターたちが勝手に決めちゃい、うん、もう1つのスクリーンって驚くべきことにそのキュレーターたちが使うために使ってるんですよ、うん、とんでもないです。ぶん殴ってやりたいですけどね。そこではその一般の人が見るような映画はやらない。かろうじてその一般人が上映会するためにそこを貸してくれって言うと貸してくれる場合があるんだけど、それもものすごく手続きはめんどくさいし、なかなか貸してくれる、つまりしかもそれすごいでしょ、貸す日は俺たちキュレーターが使わない日って、まずキュレーターが使うのが最優先になってるわけですよ。まあでも2個あるという、こうじゃあ試写室というか研究のための上映室っていう意味、いやいや200席ぐらいあるんですよ。じゃあ持たないですね。そういう別に、だってそんなの自分で、いやそんなのだってキュレーターが研究見るときにスクリーンにかける必要なんかないじゃないですか。でもまあ今だからフィルムでしか残ってないやつをかけるためにはフィルム の上映機がいる、上映機はいるけどね、上映機はいるけどね、うん、だけどそれはさ彼らのさもうパラノイア的なあれであって、つまりそれが劇場スクリーンにどう映るか見たいからみたいな話ですよね、うん、でそんなあのつまりいや何が言いたいかっていうと、結局その日本でそうやって少なくともじゃあ公がね、国がお金出してフィルムセンター作ったら何やってるかっていうと誰のためにやってるか分かんないみたいなものになっちゃうのが日本っていう国なんだから、それをねあのそこはなかなか変えられない。でも作るときになんで誰のためにためかっていうことを考えて作らないんですか。作らないじゃないですか。小山とそうなんじゃないの、行政が何か作るときに誰のためかとか持って考えてんじゃなくて、でもそこが大事なところ、知事が私が作りましたとか、いやもう岡山はどうか知らんけどね、他のところで何か言うと、もうバブルの頃なんか日本中で劇場作ってたけど、ポリシーなんかちっともなくって、オラが村にもあれを作ろうってね、もうギャグみたいな話があって、人口1000人しかない町が2000席の劇場を作っちゃうみたいな話ができてきちゃったりしてるわけですよ。だからその結局それはね、この国の形、この国がどんな社会なのかっていうこととあれしないと、ただお金つぎ込んだってどんなことになるかっていう話なんです。だから本当は日本の文化行政とか文化っていうんだったら、まずこの国をどんな社会にするのかっていうことと一緒に考えないと、あのよくね、確かに外国ですごいなって思うのあるけど、私はね別に文化に限らず教育政策だってそうなんですけど、フィンランドがいいからフィンランドみたいにしろって言ったって、フィンランドの歴史と日本の歴史全然違うし、フィンランドの歴史をずっと私一回研究したら、なるほどこういう教育システムになるだろうなというのは分かるわけだけど、全然歴史も違う日本がフィンランドのやり方を持ってきたら成功しますかっていうわけにはならないんで、そこはだから日本における文化と何かの議論をまずしなきゃいけないと思うんだ。だからまあやっぱり僕らはついついそのヨーロッパ型のことが進んでいてスタンダードで文化的だって思いがちなんですね。でも逆に言うとヨーロッパは人口30万人の町でもちゃんとオペラハウスがあったり、自前の劇団とかバレエ団や楽団を持ってるわけですね。でそれでやっぱ市民という概念がはっきりしていて、まあ腹立つんだけども、本当に東ヨーロッパの貧しいと言われている国に行っても人間一人に与えられているテリトリーは非常に豊かなんですよね。でところがまあ日本はフィリピンのマニラの雑踏に至って、渋谷のスクランブルに至って同じなんだけど、人間もう山のようにいて一山いくらなわけですね。ですから そういう意味ではそのヨーロッパ型の都市中心の文化のあり方っていうのはなかなか馴染まなくて、そのフィルムセンターにしても人々が夜家にいないわけ、家でテレビ見てんじゃなくて街に出てくるっていう文化を持ってるから、そういうふうにあのフィルムセンターが開かれてるし、でそういう人々が集まって街の中で交流するっていうのが、まあ、当たり前なわけですね。で、まあ、何しろその車のモータリゼーションの問題もあるし、その城下町もどんどんあの家はみんな外に建てるから、郊外型の店舗も増えて、シネコも大体郊外になってくるわけで、で街っていうものの価値がどんどん減ってきてしまってて、 まだしも城下町っていうのはある種の可能性を持ってたんだけども、そういう意味では全国一律になってしまってるわけですね。で沖縄に行ったって、もうあのこの20年間の変化でいうと、もう日本の地方都市どこにあるのかも同じような店が並んでいるだけですよ。もうそういう意味では、でもそれはアジア中そうです。あのアジアは日本に比べるとアジアの人たちっていうのは他のア
ジアの国々はもうこの数十年の間に経済力がもう20倍ぐらいになってますから、 すごいですよ。ですからすごいショッピングモールなんていうのは日本よりもハイカラなのがドーンドーンドーンとあってものすごく栄えていますが、そこのバックグラウンドにあるのが格差ですね。すごい格差があるわけです。だからやっぱりフィリピンの公務員 の初任給なんていまだに2万いかないわけですから、で平均寿命なんてフィリピンは日本と20年違いますよ。平均寿命が60代半ばですね。で平均年齢46歳ぐらいです。でみんな早く死ぬんです。医療が発達しないからでもあるし、じゃあ病院になんで行かせないのでなくて行かないし、お金もないし、確実に格差があるわけ。メイドさんの子供は一生メイドなんですよ。でそういう意味ではその日本と韓国でさえ差があるわけ。だから韓国の話、さっきね寺さんおっしゃってた通りなんですけど、韓国はまあ、だいぶ強くなってきたんだけど、僕が初めて来始めた二十数年前でいうとやっぱウォンっていうのは全然強くないわけです。ですから韓国の日人と日本の日人で、韓国の日人の方がハングリーでバイタリティがあるって、まあ、僕らは簡単に言ってしまうんだけど全然違うんですね。というのは例えばロッテリアでアルバイトすると今の日本だと960円ですかもらえるわけですね、時給が。で韓国だと今300円ぐらいです。でぶっちゃけ言うとつまり徴兵があって男子に限らず徴兵行って帰ってきてある程度お金もらってきて、であともう全然違うのは最近かなり減ってきた、半分ぐらいになったといっても、韓国でアパート借りるときに頭金200万ぐらいドンと渡すんですよ。そしたらもうあと払わなくていいんですよ。でそれで運用して大家さんがまあ、だからリリースでも持ててずっといてもいいということになってくる。で どういうことかというと、韓国だと例えば20代の NDP をやりたい人が、アルバイトをしないで我慢して役が来るのを待っていると、やっぱり役来れば月15万ぐらいになるわけです。でそういう意味ではアルバイトするのがバカバカしいから、つまり格差ありすぎるから、ある程度だからもちろん定食行ったって安いわけです。日本の半額か3分の1ぐらいで定食も食べられるところもあるわけです。もちろん日本に負けない額のところもアジア中どこでもあるんだけど、韓国日本に負けない経済力と言われててもそれでさえそうなんですね。であとは演劇のあり方が違うんですね。伊達に受教師匠じゃなくて、例えばここでみんなで飲みに行きましょうというと、誰ですかね、最年長の人が全部払います。で僕向こうのナショナルシアターで演出して45人ぐらいですよ、スタッフキャストで。で飲み行きましょうって言ってザーッと血が引きますよ、ね、で劇団のお前もそうですね、劇団の座長っていうのはみんな連れていくと全部払うわけですよ。だからその友達のキム・カンボっていうんですかが、坂田さん劇団やってるとみんなを食べさせなきゃいけないから大変ですねって、うんって抽象的に僕はまあ、みんなの暮らしが大変だと思ったら本当に食わせてるわけです。まあ、徴用の状っていうことじゃなくて、もうその一つの儒教的なあり方 でそれは逆に言うと、そのつまりさっき言ってた若い演劇人はアパートがもうお金払わなくていい、でアルバイトもなるべく控える、でやっぱり家族の絆、一族の絆が強いから補助がある、若い人には。しかもお前さん兵隊行ったんだから少し、ね、やってやるよっていうような人がいっぱいいて、なおかつお酒は先輩がおごってくれる。そして劇団に限らず公共劇場も稽古中の番号ご飯は必ず出るんです。ということは細々とした暮らしをしながらでも30代後半までうかうか演劇をできるし、そういう連中は演劇に集中できるから伸びるんですよ。その演劇についての、ね、バックグラウンドがもう全然違って、でつまりアジア型の人間否定はいくらになるかもしれない、暮らす時にとても安い価格でみんなが生きなきゃいけないことが逆にその時メリットになるんですね。で日本の場合だとみんなお金が高い、あと前はてって意識も良くないですね。要するに銭湯もなくなってきてますね。だからお風呂もついてるアパートで、しかもそのおいなんでお金がないって言うとお前いい暮らししてんじゃないかって若い人が実はとっても多くて、で演劇やろうとも志して苦労してますって人が割とお金の使い方は僕らに負けないよっていうか、僕らにもお金使ってたりするわけですね。だから日本人がちょっと贅沢になっちゃった、そのことの中でやっぱアルバイトっていうものについてももう無理だってすぐなって、じゃあやっぱり演劇食えないから芝居なんかやめちゃおうになっちゃうわけですね。その辺のなんか経済と文化のありようでいうと、あんまりハングリーな人は減ってきちゃってますね。だからどこからその辺は大きな転換があって、僕はやっぱり80年代の半ばバブルの前ぐらいの時代に日本のその文化が大きく変わったのはやっぱり消費文化っていうものに完全に変わっちゃったわけですね。昔は冗談だったんですよ。私がどんなものを買うかが私の個性だって歌にもなってますけど、それは一つのジョークだったんですよ。
でも今ファッションで何買ってで どの街を歩いてどんなライフスタイルで生きるかってことが私が選んだ私の個性だって意外とみんな信じちゃってるんですね。つまりお金を使わされてるだけなんですよ。自分もお金が通過していくだけの存在なんだけど、それで何が悪いんだってなっちゃってます。でこれはね、論争ありました。つまりあの吉本隆明さん、共同幻想論というのを書いて全共闘 のオピニオンリーダーだったと言われてる方ですね。共同幻想であり、その、まあ、要するに自立思想というものを持ってた方なんだけど、彼が結局その人間一人一人が自立するってことは何だろうってことを考えてた。それはもっと観念的なことや政治的なことをどう超えて生活者であり得るかみたいなことを彼は言ってたんだけど、彼が80年代に入ってあのコムデ・ギャルソンの CM に出て、でそれをいろんな人が批判するんだが、で、まあ、しかもあのマスイメージ論というのとハイイメージ論というのを共同幻想論のその後版、四半世紀経った版バージョンで書くわけですね。でそこでその市民一人一人が生活を謳歌できている今 の社会はいいんだっていう大肯定に回ってくるわけ。そこの大雑把にまとめたら違うって人も出てくるかもしれないけど、でもほぼそう取れるわけで、なおかつそのあの70年代はね、例えば CM、 日本の CM が例えばカンヌで賞を取ると CM もアートなんだってことが一つの革命的にいいことのように言われていて、いいことだと僕は思うんですよ。ところが宣伝会議っていうあの雑誌ができて、例えば広告費用っていう雑誌ができて、その要するにそのまあ、電通や博報堂みたいな代理店が非常にかっこいいものとして、でホイジョイプロダクションが出てきて、結局そのお金を使う消費文化にあって、そのことを分かっている人がかっこいい、で来年のトレンドは何とかですよ、この3つですなんていう人がもてはやされて若者たちの神々と言われたりするわけですね。で実は消費の中のそのコマになるってことを自らやって、それを確信して自分なりに意図的に分かってやってるんだって身構えることがかっこよくあるような、そんな時代が80年代に生まれてしまって、それがまあバブルっていうものを完全に後押ししているというか下支えしてしまったわけですね。でその後じゃあバブルの後にじゃあどうなったかっていうと、結局そのお金が還流していくものの歯車に人がなっていくわけだから、人間一人もいくらって言えない方をするんだけど、僕らアジアはそうなんですよ。どうしたってそういう部分は僕も否定できないわけですよ。ところが日本っていうのは生活程度が高いから、おっしゃったように、寺さんおっしゃったように、実際にその教育のことでもお金かけるわけです。大事だって分かってるから。で日本というのはやっぱり他の国に比べて、いいかどうか僕には分からないけど、薩摩藩ですね、こんな鹿児島に行って、僕がただ一つ鹿児島の地に賛成したのは、西郷隆盛や大久保利通が出てきたのは教育にすごく力を入れてたからです。で教育に力を入れることによって、少なくともその学ぶっていうことにおいての場所が環境が与えられて、あとは自分の判断なんだっていうことをいい意味でやっぱり持ってて、そのことにおいてはひょっとしたらその今はその文学に始めない庶民の方々もいずれはそうなるべきだって寺小屋なんかがあった時に、そこを吸い上げていく仕組みは気持ちとしては持ってたわけですね。だから日本という国はその国民全員が教育を受けるってことにスーッと入っていけるような、そんな土壌はあったんだと思うんです。でそれは何かどこか痩せ我慢や意地を張るところもあったと思うんだけど、でも他の国々はもうちょっとその島国の持ってる利便性とか人がつながりやすい、実は生きやすいんですよ、海を通していくと。そういうのに対してアジアの本当にどっかもう大平原のどっかだと、それはもうどうしていいか分かんないですよ。で船に乗るとね、行けるんですよ。それはね、僕ら当たり前だと思って気がついてないんだけど、だから海を持ってないアジアの国々にとっては、やっぱり海を持ってる日本というのはある種とても嫉妬の対象ですね。だから中国のお客さんいっぱい観光客来てくれるっていうのもあるんだけど、でそんな中でじゃあ僕らの考えている文化っていうのはどうなのかって考えていくと、やっぱりね、流通可能な複製可能な文化と演劇みたいにライブでオリジナルでやるものはちょっとズレがどうしても出てきますと。で映画の場合だと、でもやっぱりね、夢があるんですよ。複製していろんなところに行くし、で実際にその映画館という場所がどの場所にもあって、フィリピンなんて でっかいモールがなんで流行ってるかというと、レボがあるからですよ。日本よりもはるかに前からでっかいモールがあって、吹き抜けのすごいところがあって、とりあえず子供たちが行くんですよ、そこに。で行って、まあ、なんかたもろったりなんかパクったりもしながらいるんだけど、そんな中でそのモールが持ってる社会性みたいなことがあって、そこに三千とあるのが映画館。でフィリピンも、まあ、インドだけじゃなくてフィリピンももう大映画国ですよね。で映画に関してはね、映画料金今でも日本一番高いんですかね、映画料金、まあ、それもね、そうよく議論になるんです、うん、日本の映画高いっていうね、それはね、国によって高い安いはあるわけだよねっていう、日本の映画料金って1800円でしょ、でタクシーの初乗りって
600円ぐらい。安くなって東京で、まあ、東京は安くなってるけど、まあこれぐらいでしょ、まあ、普通のレバーやっぱ東京だって、うん、と韓国の映画料金は安い、700円ぐらいだっていうけど、タクシーなんか200円ぐらい乗れるわけですよ、ね、だからで逆に高いもの、韓国でウイスキーとか飲むとめちゃくちゃ高いですね。だからそれは国によって違うから、何かだけ比較するっていうのも良くないっていうかね、ところがある。つまり1800円で見ないですよね、皆さん。まあまあ、だからそれはいろんなことをやるにしたってそうなんだけど、これでね、今坂田さんに言ったことに言えば、ちょっと脇道だけど、教育について言えば、私は薩摩の人間なんで、唯一いいとこって言われたけど唯一いいっていうのはいいんだけど、唯一いいんですよ、私も全くない。薩摩の教育っていうのが素晴らしかったから。でもそれは薩摩の教育は日本一番貧しいんだから、公費なんか全然かけてないわけですよ、よそと比べてね。だからまあ最貧国ですよ、日本の中のね、江戸時代で言えば。じゃあそれでどうしてそうなったのかって言ったら、結局自分たちでやってるわけですよ。最後に大久保上さんは合中教育っていうんですけど、もう合中は教理の教に、なかったか合中っていう、まあ、町内です。町内でみんなで言って、大きい兄ちゃんが小さい子供に教えてやる、あるいは要するに上が年長者が年少者にやっていく。そんな先生を取ってくる金なんかないから。だからつまり先生っていうのがいると、先生は肩にはめて教えようとするじゃないですか。江戸時代は、なんだっけ、朱子学がある、儒教の朱子学がある、だからそんなの林羅山とか荒井白石とか、あんなのみんな朱子学で先生ですよ。で先生が来ると、その先生は朱子学を教えるわけで、こう真の玉幕なんとかかんとか。薩摩の方は自分でやるから、当時は傍流の陽明学ってのやってるわけですね。つまり何でもありなんだぜみたいな、うん、型にはめていくんじゃなくて、だから一人一人の能力を生かしていかなきゃいけない。剣術の強いやつは剣術でいけと。で全然体力がないんだけど、計算だけできるやつは計算で世の中の役に立てっていうのが陽明学の基本思想です。ちょっと雑なんだけど、それでだからこうしていって、お前こうじゃないか、お前ちょっとこういうとこが上手だから、お前口先が上手だから、人を説得する役はお前がやれよとか、なんかそんなことやって明治進行ですけどね。まあそれはさておき、日本でもね、今あれなんですよ、言われて思い出したけど、だから日本の文化って一概に言ったって、そのオペラなんかないものを持ってきてやってるやつとかね、それからさっき言った消費文化でできてるものがあるわけ。お笑い芸人ってね、今流行ってますけど、あれはさ、国の女性は一切してないはずです、でどうやってるかっていうと、吉本みたいなところがかって雇うわけだよね。吉本だけで3000人雇ってるって言うんですね。3000人お笑い芸人の卵の人と話すと、いや僕らみたいに3000人いるんですよ。3000人の中で食えるのがまあ100人とか200人ぐらいで、吉本だけで3000人いるわけだ。でそれはもう全く消費文化として最初から計算されてるわけですね。だから映画、別に映画だって君のノアなんていうのは完全にブランドです。あれみんなが見てるから見なきゃいけないみたいなことでやってるから、200万人もか2000万人も見に行くみたいな話になっちゃうわけでね。そうするとね、私実は落語協会っていう落語の団体の今お手伝いをしてるんですけどね、外部顧問という形で。落語の世界っていうのは、さっき言った坂田さんの言った、これ古典芸能ですから、必ず全部上の人が払うわけですよ、うん、だから落語家になったら絶対食っていけるんですよ、うん、この世の中で どの芸術家になって絶対に食っていけるっていうのは落語だけなんです。落語家で食えなくて辞めたやつは一人もいません。だけどその上下関係がダメで辞めていくやつはたくさんいますつまりその儒教的な上下関係、つまり師匠の言うこと、先輩の言うことは絶対だ、その代わり師匠や先輩はこいつを絶対食わしてやるっていうルールがある。だからそれまさに儒教的というの、まあ江戸時代から文化とかそうやってるってね。だから本当は私なんか言うけど、だから今お笑い芸人から落語家になる人ってすごく多いんですよ。そっちで食っていけないと、うん、こっちだったらで同じお笑いだからってこっち来たらちゃんと食っていける。今売れっ子の落語家でも元はお笑い芸人で食えなかったっていう人いっぱいいますよ。最近ではもうだから冗談で私の師匠なんかで演劇やってる、食えない演劇やってるやつらに、もういよいよ食えなくなったら落語家になれば一応この世界っていうか
あの舞台に立つっていうことはできるよ。その代わり要するに物も言わずぶん殴られたって我慢しなきゃいけないし、まあそういうことはほとんどないけど、なんかそのこれをすぐ買ってこいとかやれたらパッと夜中だろうとシャッター閉まってるとこどん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 開けてくださいとか言ってやるみたいなことね。だから実は今落語に国が金出してるのは割と理にかなってるんですね、うん、売れてる人たちに金出してるんですよ、うん、でもそれは映画みたいに売れてる人に金出したらそいつだけが儲かるんじゃなくて、こうトリクルダウン効果があるわけですよ。逆にこの売れっ子のね落語家に金出したらこの人が弟子に使い、そしてまた弟子はそのまた弟子に使いみたいに言うとね、一番下っ端の前座って言われるもう給料なんかほとんどもらってない人たちもちゃんと食っていってやるようにしていくとかね。だから本当は女性の方式もその分野によって変えていかなきゃいけないっていうのがあって、だからもうそういう意味ではさっき言われたように演劇っていうのはその中間ぐらいですかね。だからやっぱりね、清廣亭にね一日いると最初は若い人から始めますよね、うん、面白いんですよ。だから要するに最初はもう前座ですよね。それでその2つ目になっていって、で面白いのはもうずっと一番のペーペーの人はそこにいなきゃいけない、いろんな面倒見なきゃいけない。ところが2つ目に上がっちゃったやつが、俺もなんかそれさせてくれないから盗めないとか勉強できないとか、だから若い人たちの中でも詰め合いがあって、だから要するに、ね、シアターって言葉は、まあ、落語も僕はシアターだと思うんだけど、劇場であり劇団であり、その上演する演目そのものなんですね。ですからそのことが一体化していて、でそこにはペペの若い人もいれば超ベテランもいるわけでしょ。最後はもう本当に長老たちが大トリをやるわけでしょ。人間国宝からペペまでいるわけで、でその豊かさっていうのはものすごく大事なんですよね。今だからその日本でその指定管理であるとか委託事業とかいう形で一つの劇場の中でも何個も何個も入り込んでるわけ で、このことがねなぜダメなのかってことにもつながってくるんですけど、だからそこにお金ちゃんと渡すと、その水平町をやってる、まあ、落語協会の中であれも2つ派閥あるんだけど、ちゃんと采配してくれるわけで、ね、やっぱり、ね、ちゃんと教えてくれるのはさっきの韓国の話だけじゃなくて人気っていうか付き合い方なんですよね。で例えば僕も誰か知り合いと一緒にいて、僕はそんなのやらないんだけど、まあ、坂手さんちょっとあの人と飲みましょうって言って、人間国宝級の人と飲みに行くでしょ。そしたらやっぱりね、ただ飲みに行っておごるんじゃなくてちゃんとお金渡さなきゃいけない。当然その人に来てもらうお金で、そういう仕組みでものすごくビシビシあるんだけど、そこでそのお金をじゃあその人はどう使ってるかでしょ。でもちろんどう使ったっていいんだけど、人によってはだからその後一遍解散になって、そこの若い人たち行きましょうって僕とか若い人呼ばれて行くと必ず怒ってくれますよね。だからそういう意味ではやっぱりお金使う一つの中に神経がやっぱあるし、何かその何か粋でかっこいいのかみたいなことにこだわっている人たちがいて、でやっぱり何かをその伝えていくっていうことにおいては、ある種のゆとりの部分とかその自主判断の部分、だから公共のお金だけど人に渡った後はその人が自由に使うわけだからってことも含めて、その辺のことのルール作りがね、まあ、難しいんだとは思うんですけど、うん、だからあれだね、まあ、お話聞いてるとその、まあ、ジャンルによって違うっていう要素、それから国によって違うっていう要素、うん、そしてかつその商業的にもう商業一本、商業論理で動いてるシステムね、東宝とか吉本とかそういうところのシステムと、そうじゃない地べたから上がってくるシステムのところっていうののあれも違うんだね。でやっぱりね、教育の部分なんですよ。だからそのさっきのね、若い人たちが実は僕らが目立って見てる人以外に、その一番下の人たちがライバル関係だったり上の人を盗むみたいなことができる環境っていうのがあって、これまだ落語は残ってるんだけど、他の表現世界ではそういうものがどんどん減ってるっていうようなことをなんか一番感じるっていうのが、演劇はだけど結構あるんじゃない。いやだからそれはね、例えばシンコプルス劇場ってありますよね、うん、あそこも結局そのスタッフ部分というのは別会社が2つ入ってるんですよ、うん、でなおかつその養成所っていうのを作りました。で養成所っていうのを作ったんだけど、これは俳優しか養成してません、うん、しかもその養成所のその卒業公演をやるときに、あろうことか芸能プロの人をみんな呼びます。大会社の人を呼んで雇ってあげてくださいって言うんですよ。だからそれは全く他の国の人から見たら、ナショナルシアターがやってる学校がそんなことをするっていうのはありえないわけで、普通ナショナルシアターっていうのは例えばルーマニアとかブルガリアとかでもナショナルシアターっていうと俳優だけで100人近くいます。契約俳優だけで30、40人います。そういう人たちがいて、スタッフももちろんその劇場の人ですね、外注の人もいるかもしれないけど、契約の人もいるかもしれないけど、基本はナショナルシアターという場所に入ってくるわけで、
でそこはやっぱりその長老もいれば若い人もいて、で要するにそのレパートリー性が多いですね。一つの演目を何年もやります。その中で同じ役をやる人が交代していきます。ですから当然先輩たちから学んでいかなきゃいけない。割と勘違いされてるんだけど、歌舞伎とか演出家なんていませんよ。歌舞伎なんて師匠がいて背中見て真似るだけですから。でそれはダメっていうだけなんですよ。演出家っていうのが近代的な考え方で、イプセンやスタニスラフスキーが生まれなかったら近代的な演出家っていう概念はないんです。演出っていうのはなくて、演じ方とかステージングは全部言葉にかけるものは別に演出家とのやってることとも言えないわけで、世阿弥が昔書いた室町時代のその演劇書っていうのは世界最初の演出論ではあるけれども、つまり演出家っていうものを別に要求してないんですよ。演出家のなんか目で何か判断することなんか何も要求してない。つまり本当に近代以降の考え方ですよね。でその演出家っていうものがない世界でどういうふうに僕らやるのかっていうと、やっぱりその一つのナショナルシアターもさっきのその落語のあれと同じで、末広亭なんかと同じで、そこに一日中いれば学ばざるを得ないわけですよ。こうやってものは作られてるんだ。しかも何個かの演目を同時にやりますよね。子供向けのもやれば、ツアーをやるものもそこで作ってますから。でしかもその毎日毎日セットを変えるわけです。でスタッフ鍛えられますよ。で俳優たちも自分がどういうコンディションでどうやればいいか、ヨーロッパ中のナショナルシアターパブリックシアターはみんなレパートリー制です。で契約俳優が何十人かいて、その人たちが何年かそこにいて、同時に10ぐらいの演目を平気でやってます。で日本は何かシンクロス劇場は2、3週間の公演をただやって終わりだから、プロデュース公演と同じなんですね。でしかもその養成所っていうのが俳優しか養成していない。でどういうことかっていうと、劇団を持ってないんですよ。普通ナショナルシアターっていうのは要するに国立劇団を持ってるはずなんですよ。でその国立劇団に入ることができるだけの能力を持った俳優を育てるために国立の演劇学校が必要なんです。でイギリスもそうだし、ある種の国々はちゃんとある種の学校を出てないとユニオンに入れない、組合に入れない、エクイティに入る権利さえもらえない。でそういう意味ではそれはまた問題があるんだけれども、でもそういう意味では このクオリティでなければ独立した一つの表現者で として認めないというルールが明確にあるのに、日本はやっぱりテレビに出てる人がそのまま有名だから出て売れるという、でみんなが知ってるから人さ出てましたねって話になっちゃう。もうその大きな違いがあります。でも人が育つ場所っていうものを表現の場所にパラレルにしないと絶対に人は育たないですね。でそのことだけはもう徹底して僕は言わなきゃいけないと思っていて、で日本っていうのは本当に公立の演劇の学校ないんですよ、大学が。でみんなね、日本人ってうぬぼれでアジアの中では日本は進んでるって思ってるんだけど、国立の芸大に演劇科がないなんてのは日本だけですよ。インドネシアなんか5個ありますよ。でジャワ島によってバリ島に一つあって、演劇学科があって、でそこで教えてることは何かっていうと、コンテンポラリーとトラディショナルと半々教えてるんです。でつまりどういうことかというと、僕がインドネシアの人たちと合作やって2000年にやった南洋クジラ部隊ってやつは、向こうでオーディションして4つの大学の卒業生を集めました。で彼らは実は日本で初めて僕と一緒にやる現場で初めて顔を合わせたんですよ。でやっててムーブメントの動きの稽古をしてて、でここはこういうふうにしようよって言って、じゃあ坂出さんが言ってるこれだから何というか虎の動きでやってみようって彼らが言い始めて、その虎の動きって伝統の一つのやり方なんですね。でみんなやれちゃうんですよ、それ。つまり日本っていうのは全く古典の素養を持たない現代の俳優が。で僕はそのシンクロス劇場の養成所ができた時に、その古典というか伝統部分をどうやって教えるんですかっていうと、それはあまり考えてないと。じゃあ織田浩二さんとは相談したんですかと。で織田浩二さんというのは宮手坂にある旧国立劇場、歌舞伎やってる方の国立劇場の養成所のトップです。で僕はたまたま昔から知ってるんだけど、誰ですかって言われたんですよ、現代劇の国立の養成所のトップの人に。つまり古典と現代劇を一緒にやる必要がないって言ってるわけです。こんなバカな話じゃないわけで、今まあ言われてたからかどうかは知らないけど、狂言やったり盾やったりはしてるみたいだけど、結局そうやってじゃあ日本の現代俳優が外国に行ってなんか日本のことやってくださいって言ってほぼできないですよね。まあ、できればいいのかどうかはもちろんわからないんですけど、でも例えばそのぐらいできてたっていいじゃん、しゃれでもいいじゃないかってぐらいには思うんだけれども、そういうところが多分日本という国が西側に寄っかかることによって進んでる国だっていううぬぼれを持ったという、この古いものを未だに持っていると。
知らない間に他の国々はそうじゃないと、文化っていうのは自分たちの生まれ育った伝統というものを生かさなければコンテンポラリーもできないんだということは相当みんなの中で浸透してますから、完全に遅れてます。で韓国の人たちはいろんな古典芸能ができて当たり前です。というかもう普段からできて当たり前なんですね。で一人で歌って踊れないような人は一人もいません。だから僕は韓国のナショナルシアターでも演出しましたけど、声が出ない俳優なんか一人もいません。当たり前だけど、だその意味ではもちろん教育もしっかりしているわけですから、だから日本というのはかなりいびつなことになっていて、根本的にもうその公立の演劇学校を僕はそんなものもいらない、そんなのがもしもあったらそれに反発する側だと思ってたんだけど、ないと変だなと。でオーストラリアにないだっていうところがあります。これ国立の演劇学校シドニーにあるんですけど、これはだから要するにイギリス型の演劇をやっています。オーストラリアの旗って4分の1イギリスですからしょうがないんですよね。でなんか威張ったってお前たち4分の1イギリスやないかってよく冷やかすんですけど、でそこの学校というのはメル・ギブソンとかケイト・ブランシェットとかジェフリー・ラッシュとかそうそうたる人たちが出てる学校なんですね。でそこの俳優コースの僕は卒業公演の演出をしたんですけど、でその時にやっぱりイギリス型の演劇の一つのメソッドっていうか3年ですね、3年間のカリキュラムっていうのを見た時に、これは別に持ってこないですよ日本で、そんなに西洋好きだったらイギリス型でもいいんだから、それやってとにかく演劇学校ってものをちゃんと持って、最低限体が動いて演技の基本の基本が分かるぐらい、それが間違ってるって、それは古いイギリス型でよくないとか僕は本当は嘘で言う外から言いたい側なんだけども、でもそれが何にもないところで日本はやってるっていうのはまあ間違いないの でとにかくそのことについてはこの20年ぐらいの間になんとか公立の学校っていうものの形を作る一つの道筋をつけないといけないなと思いますし、そのことは当然ね日本中にあるいろんな公共劇場がこれから創造型になっていくっていうふうな話になってますけど、そのいろんな地域にある劇場の創造型っていうところとどっかコミットしてないといけないんですね。つまりそれは学校で教えるっていうふうなこととも繋がってくるでしょうね。不思議だと思いませんか、演劇で食えない演劇で食えないって言うけど、じゃあ絵描きになりたい音楽家になりたいと言って絵描きや音楽家で食ってる人がどんだけ周りにいますかっていうと、みんな大体僕たちの知ってる人で食ってる人って先生でしょ、学校で教えてますよね。で演劇だって同じじゃないですか。インドネシアなんていうのは全く そのいっぱい学校がある。じゃあ卒業生どうしてますか、教えてるんですよ本当に、ある意味で。で教えるっていう場がちゃんとあるし、ましてや、バレの方だとさらにその観光事業にもなっていく。で家庭なら家庭であるし研究もしていくし、でそういう意味では なんていうんですかね、やっぱり日本型のそういう何かを探していかないことには、しょうがないんですけども、単純にね、今ご縁に僕はちょっと最初赤松さんに言われたことのために持ってきてるんですけど、岡山市でも新しい公共劇場ができるときに、その教育的な視座っていうのがなきゃいけない。でもそれは劇場に急に創造型の劇場をやれたって無理なんですよ。創造型の劇場っていうのは具体的にどういうことなんですか、ね、だから今横行してるのは非常に簡単に言うと、それぞれで地域の人たちと一緒に劇を作るとか、ある程度その浸透させていく普及型っていうものと、ある程度専門性を持ったこともできるようにというのもあるし、いろんなのあります。あとはそのいろんなアーティストを支えるっていうのもありますね。でも実はほとんど横行しているのはいくつかの地方の公共劇場が連合して一つのプロダクションを作って、それを要するに国から来る文化庁から来る予算だけじゃなくて自分たちのところの税金を使って、そういう文化事業をしていきましょうという一つ の文化庁がガイドしているやり方に沿いましょうということでやってるのが増えてますね。いろんな形であります。でも、アウトリーチという言葉で言うまでもなくて、普通に生きてて文化と触れるっていう意味で言うと、演劇的なこととか演劇そのものっていうのはいろんな形があるので、多分その上演とかそういう作品のことに僕らは気持ちが行きがちなんだけれども、もう少しその変わってくると思いますし、僕が今言いたかったことで言うと、じゃあ本当にじゃあ学校教育に演劇っていうのがあるってことがいいことなのかどうか、僕は割とねクエスチョンなんですよね。僕はどうしてもね、テレワークさんもそうだろうと勝手に思ってるんだけど、どっちかいうとね、
なんかあの人に言われてものやるの大嫌いで、でなんかあのそういう仕事してたんだけど、なんかあのお上から来たものに、まあ、立ちつく方がどっちかいうとね楽しいようなことがあるので、あんまりその学校で教えるのがでもあったらちゃんとそれに反抗できるので、まああったっていいじゃないかなっていうのもあるんだけど、だから学校の授業で演劇っていうのがあるっていうのがあんまり僕は気持ちよくないんだけど、まあそれは難しいですね。学校の授業に演劇があるのはどうかなって思うけど、でも演劇を教える公立の大学とかがないっていうのはやっぱりおかしいと思う、うん、であってもいいと思うんですよ、うん、だから国語っていうと演劇っていうふうに言ったっていいわけじゃないですか、極端なこと言うとね、うん、半分ぐらいは、うん、ただ演劇がワークショップであっていろんなことをやるっていう意味で、まあ、この四半世紀の間ワークショップがもてなされてきたんだけども、コミュニケーションに役立つっていうようなことを言う人がいるんだけど、僕ははっきり言って嫌われてもいいんだけど大嘘だと思いますそうやって人を騙して金を稼いでるだけだと思いますあれね、よく見てください。あのコミュニケーションと言われているものの正体は、ちょっと人より上から目線でものを言えば本当は俺偉いんだと思って受け入れられるよってことを教えてるだけです。すごい簡単に言いますけどねと言って、まあ喧嘩を売りますがまあだからね、そのあれなんですよね、みんないろいろ立場が違う中で、その誰にでも共通することっていうのを考えるのがすごく大事だと思うんですね。その演劇の人はやっぱり演劇のことばっかり考えちゃうし、映画の人は映画のことばっかり考えちゃうんじゃなくて、ね、あの別に少なくともここにいらっしゃる方の大半は専門家じゃないですよね。専門家じゃない市民が一体その文化って何なんだっていうことを考えるとこから始めないと、それだって新国立劇場だってものすごい金使ってやってたってそんな風にしかならないのは結局そういうこと。だからまた第三国立劇場作ったって全然変わらない。だからあの養成所を作ったのは、あのちょうど私が文化庁にいる時にあの養成所はできたけども、でもそれも結局あの文化庁がああしろこうしろじゃないわけだから、もう劇場の方でどうするかみたいになっちゃっていっちゃう。それであの舞台監督、いや なんだっけあの芸術監督をどうするかっていうのもなんか揉めたんですよ。よくわけのわかんない、まあ演劇だけじゃなくてあそこ3つあるからね、あのオペラと演劇と、もう一つなんだっけ、ダンスだってバレエ、うん、それもそういうのがあって、じゃあその演劇あのその監督にもうほぼ 100% の権限があったりするようなことでいいのか悪いのか、それは外国だと多分そうでいいんだろうけど、いやだからもう全然それもね僕はよく知ってるので、うん、言ってしまうと最初はねないところに作ってるから、うん、で新興劇場の演劇に関してはよ、うん、あの要するにその、まあ、知人会っていう木村浩一さんのやってた劇団があるんです、プロテス団体があるんですけど、岡山でもよく講演してましたけど、知人会のノウハウが割とねあの何割か入ってますね、うん、あの最初 あのスターティングボードとしてはね、だから参った時にはあのどこに入るみたいな、知人会とは言わないよ、 ある種のその、まあ、流通して、あ、まあ全国回ってるようなプロデュースのちょっと新劇よりは少し表現劇に近いぐらいのクラスの、そこにまたさらにちょっとあの上乗せしたぐらいのもので、でもノウハウを知らないから、ノウハウを知ってる人たちをどんどんそこに雇い入れるわけで、いい意味です。でもあの昔と違って民間じゃないから、あのしっかりはしている。でその民間のノウハウは大したものではあるから、その中のいい部分を校長に生かしていくって非常にみんな一生懸命作業したんですよ。でところがやっぱそれは ある部分ではあのポコッと空いてる部分や、将来そのことが何になっていくかってことがなくて、それはこの劇場を埋めることになっちゃった。で芸術監督の権限はあるかどうかっていうと、最初はそのやり方を指南することができた。で栗山谷也さんっていうのは非常に頭のいい人で、あの3人目ですね、3人目の芸術監督ですけど、まあ、彼がやはりその辺のバランスを取って、で僕と永井さんがそれをサポートする係で、実はあの名前出さずにやってたんですけど、文芸院っていう名前で、でやっぱりある意味で最初の10年間っていうのは、あの僕はとてもそのあのある方向には向かったと思うんですね。ただそれはね、でもただのスタートのためのことであって、さっき言ってた教育のことであるとか、あの地域とどうするのか、
そういうこととのもので言うと、これからやらなきゃいけないことがあるんだけれども、そうならなくなっていった面はあります。ですから申告すべきをやってる、あの要するにその財団があって、そこの理事会っていう演劇の人とか音楽の人とあまり関係ない人がいっぱいいる理事会があるわけですよ。そこで例えば芸術監督を決めるわけですよ。でそこで根本的な疑問を、例えばそこの理事に一遍永井愛さんがなってたんだけど、あの撫でかけると、まあ、スポイルされるわけですね。で芸術監督問題というのは半数長いのであんまり言いませんけども、で宇山仁さんという文学座の方が、まあ、なんだかあの追いやられてしまった面はありますね。でただそこは不透明だから不透明だと井上寿さんをはじめ僕らが、まあ、声を上げはしたのだけれども、結局そのもう仕組みがあって、その責任が分散しているわけですよ。じゃあ誰が責任者なんだってことが結局はっきりしないまま、ただ押し切られていき、今は体制は強くできてます。でそれはあのでも寺内さんがおっしゃるようにものすごいお金をかけてます。でそのこんだけお金をかけて民間でやっているプルドス公演と、まあ、どれくらい違うのか分からないものが行われている。でそのことについて批判してもしょうがない、あるもんだからっていう日本人ってすぐなっちゃうわけで、そこはもうでもあの言い続けなきゃいけないけど、でも僕はでもそこで働いてる一人一人知ってるわけですから、その人たちを批判したいわけじゃない。でもなんとかしたい、なんとか変わってほしい。で今小川エリコっていうニューヨークであのずっと勉強してた、あのまだ30代の子が新しい技術監督に決まったんだけど、じゃあ彼女もじゃあなんで彼女が呼ばれたのかっていう理由は、まあ、正直言うとあんまり明確じゃないんですね。で一歩間違えると、そのだから彼女に僕当たって、彼女がまだ学生でしたからニューヨークで、でそういう意味ではその日本ですぐに演出家で話題作5本ぐらい作ったらもう一人前になるのがいい意味ではいいところなんだけど、でじゃあ本当に彼女があのナショナルシアターの芸術監督に今なることが彼女にとっていいことかどうかわからない、しかしそれをいいことにしようよって僕らは支えますよ、応援しますよ。だけどそのことが劇場を変えていくことにね、つながるっていうふうにどっかで信じていきたいし、でその応援はするんだけれども、本当にこの方法しかなかったのかどうか。でも小川エリコさんのことで言うと、彼女は本当に才能あるところはあの僕は認めるんだけれども、小川エリコさんみたいな人がもっと10人20人いなきゃいけないんですよ。で日本ってやっぱり人材少ないんです。でその中であのやっぱりあの既得権、あの人も名前出てるからってずっとやってることも多いです。僕もそう思われてたらどうしようと思うんだけど、あのそんなことの中でのいろんな、まあ、切磋琢磨するにしても、あのもう少しその具体性を持った切磋琢磨にならなきゃいけないんだけど、中途半端にやっぱその要するに情報として出回るでしょ、情報として出回ったことによって価値が決められてしまうみたいなことがあって、まあ、それはまた話があのずれていくとキリがないんで、この話してていいのか分かんないけど、批評が、ね、ないということも大きいですね。ですから演劇史の中で、映画史の中で今の映画や演劇がどういう風なになっているのかってことを、やっぱり若い人が若い人ほど知るべきだと思うんですよ。でやっぱり若い人は背伸びしてね、背伸びして昔のことを知りたいっていうのがあるわけなんだけど、僕はやっぱりびっくりするんですよ。この間その僕シナリオ作家協会のシナリオ講座っていうところの講師を年に1回やってるんだけど、もう僕は演劇の人間代表でやってるんだが、あの黒澤明の映画を見たことがない人がね、あの半分ぐらいいたりします。で黒澤明さんの映画見たことある人の5本見てる人は3人ぐらいだったりします。で僕は必ず黒澤明さんの映画って26本しかないから全部見ましょうよと、で現場で言われるんですよ。黒沢さんのこれみたいにしようよって言われるんですよ。でプロデューサーや監督と話をしているときにその話題出てくるんですよ。でもそういうのをね、まあなんとなく知らないまま、この10年間自分が生まれてから見たものを参考にしながら書きたいという人が増えてます。でそうなるとさっき言ってた消費文化80年代以降のものしか見てないから、それはやっぱりそういう人たちにとって過去のものはただ古臭いものであったり、ある手法を盗むためのだけのものになってくる。でも実は作品って思想がありますよね。それぞれの時代の人たちのエモーションがありますよね。そういうものから学んでいくものがあるべきだと思うし、映画ってそうやって保存されて残ってるわけだから、こんなに面白いものはないと思うんですね。でそこをなんかあの教育というかね、知っていくべきだとは思いますし、まあなんかそういうことと、まあ、無理やり結びつけて言うとそういうことなんですけどね。まあだからね、その劇場ができたらいいですよねって言ってみんないいですと思うでしょ。そんな作るべきじゃないとは思わないでしょ。で国立の映画大学ができたらいいですよねって、それはいいですよねってみんな思う。だけどできちゃったらどうなるのか、それあの第一、国立の芸術大学って一つしかないわけですよ。東京芸術大学しかない。公立はまあいくつかあるけど、国立の芸大って日本には一つしかない。
でそこに演劇家を作るとか映画家を作るって言ったら、ね、その今いる人たちが反対する。そのもともとだってあれは東京芸術で東京美術学校と東京音楽学校で、それこそその最初の頃は西洋にかぶれてるから、その岡倉天心ですら排斥されて出されちゃうわけで、日本画だってやらねえみたいなことを言うわけでね。これはあれだけど、あの私が文化庁にいる時に芸大に映画学科を作るんだったら羽を全部出すっていう大金持ちが出てきて、大金持ちって会社がね、まあ、これはそうか、あれだからあんまり言っちゃいけない、ある企業が、まあその頃は国立大学もあの寄付講座とかそんなの受けられるようになってるから、とにかく金出すから芸大に映画学科作りませんか、もう費用全部出すから。ところが芸大の先生は教授会にかけると全然ダメなわけですよ。映画なものは芸術じゃないよみたいな話に、今は芸大に映画学科がはないけど、大学院だけあるんですよ、またバカな話で。大学院ならいいよ、それからあの上野には作らせないよ、だから横浜の倉庫かなんか借りて、やってるわけじゃないですか。あれもだから 民間の側から来いって言って、でもあれはだから 芸大の先生、上野の芸大の先生たちはあんなもん芸大だと思ってないんですよ。だからそういうものもある中でどうしていくのかっていう問題が あるわけで、だから本当にその総合的な文化をどうする、文化をどう捉えていくのかっていうことがまずないと、話にならない。で、その文化って、例えば私はまあ人の心を変えられるのは文化だとか言うけど、みんなはそう思ってないかもしれない。国民はね、国民の大多数、そういったら、そんなただ遊んでるだけだろうと思ってる人もたくさんいる中では、そんなのできない。じゃあ文化とは何なんだっていうことですよね。まあ、韓国なんかはその別に全然別の考え方だけど、文化っていうのはある意味あの彼らはあの経済だって考えてる部分もある。だからあのもちろん本筋としてやってる部分もあるんだけど、映画とかテレビなんかはもうアジアの国々にどんどんそれを出していって韓流ブームを起こして、そうすると韓国のサムスンとかヒュンダイのものをみんな買ってくれるようになる。そのために国家がまたお金をものすごく出してやっていくみたいな考え方もある。逆に私たちなんかはそのうちの京都造形芸術大学っていうのは私立の芸術大学だけども、うちはもうはっきりしてて、文化っていうのは平和を作るためにあるんだ、つまり安全保障だっていう考え方ですね。文化があること、もともと日本国憲法を読むとそう書いてありますよ。我々は文化的な国家を作って、この文化的な国家の日本を軍隊がないからつって侵略するような下品な国はないはずだというふうに思って戦争を放棄して文化の国にすると。そうするとそのまあもともと軍隊を持たないってことがすごい文化ですけどね、そういう文化によって生きていくぞって宣言してるのに、いつの間にか全然そうじゃなくて、経済のあのあれですよ、学生によくあのあれは前の教育基本法かな、あの改正される前の教育基本法かな、文化的で民主的な国家を作っていくっていうくだりがあるんだけど、そこをこう空欄にして丸々的で丸々的な国家を作っていくとこう宣言したい。この丸々に入るのは何なんだろうって言ったら、芸大の学生だってバカじゃないですよ。一つが民主だっていうのはみんなわかるんですね。でももう一つのところはみんな悩むわけだ。やっぱり経済的とかね、みんな書いちゃうわけだ。そうするとやっぱりそれはそれだけやっぱり日本は経済国家だっていうことがいかに刷り込まれてて、あんなことだってアベノミクスやるぞって言ったらみんな自民党入れちゃうわけだから、あの最後はそういうことでしょ。いやけしからんな、総理のやってる掛け方がおかしいなと思ってても選挙になったらやっぱアベノミクス言ったり石油経済豊かにしてほしいなって思うわけだし、そのなんだっけ前原さんがなんか言ってなんかじゃなくていいこと言ってんだけど、そのもうどんどん縮小していくんだから縮小していくにするってやっぱり票入れる気になんないいいわけですよ。で縮小したってだって京都なんかそうじゃないですか。京都なんかなんか経済力ってそんなに東京に比べればみたいなもんだけど、文化的にはいや京都はなんとかですよね、でそうだ京都行こうとかみんな行くわけじゃないですか。でつまりそうだ京都行こうっていうのはそうだ京都には文化があるから行こうっていう意味ですよね。文化的なるものなんか知らんけど、まあ京都だってもうぐちゃぐちゃですけどね、それでもやっぱり驚きますよ。あの時代祭りだった葵祭りだったみんなでそこら辺の商店の人が3000万とか出すわけですよね、それやるために。あの私もよく知らなかったけど京都の人たちと付き合いになって聞くと、
何だっけかな、葵祭りか、男の子がなんかヒーローになるでしょ、なんとかさんっていうんだよね。でその男の子に選ばれるとその家はもう何千万って出さなきゃいけない、でもうちの子をあれにやらせたい、もうものすごい名誉だからやっていく。その子をやるって言ったらもうその子のお母さんは、お母さんは西陣に行って着物を何百万もする着物をまず 3,4 枚買って、でそれはだからそこの中で経済回してるっていう部分もあるんだろうけどね。こうやっていってこんなすごいことやってるとこなんか他にないじゃん。それはどこだって祭りに金は出すだろうけど、そんな出すとこなんかない。こんなことをみんなで痩せ我慢しながらやって何百年続いてますんや、へえとかって言われてるからそういうことをやっていけるでしょ。で日本中で当時京都を褒めてたんですよね。いや褒めてるよ。日本中で日本中で東京の人を田舎者扱いできるのは京都だけですもんね。京都行ってカーンは京都だったら中国人の観光客と同じぐらい嫌がられてるわけです。東京から来てる、東京から来てくれって来ていらんわとか言って陰でやってるわけですよ。それは本当ですよ。錦市場にある寿司屋でちょっと昼ご飯食べたらさ、ちょうどその前、まあ、まだ中国人が来る前ですけどね、ざっと来る前なんで10年ぐらい前か。で東京のお客さんが来て錦、だ錦だっつって、そこでなんかみんな昼ご飯食べて出て行った後に私が入ったわけですよ。そしたらまあ口汚く言われてるんだ店の人から、あんな東京の客絶対来てもあのバカがみたいなことを言ったんだよね、店の人同士で。なんとなく私は一人でそうやって入ってるから東京に観光客ではないなと思ったからそう言ってんだろうけどさ、もう陰でこんなこと言ってるところなんかないよな。しかもその見下してるわけだよね、東京のやつらもう文化的を取ってるからなってかなみたいな。でもそういうところもあっていいと思うし、だからどうなんだと、それ京都だっていやらしいところもいっぱいあるわけだしみたいなね。いやまあでもそれはさておき、その文化っていうのが何なんだと、京都まで来たこの国の中に岡山までちょっとその岡山でね、今京都までやって皆さんついてこれてますか。ちょっとね話の内容が岡山でいいですか、こんな話をしても。市民会館がね今までの話からちょっと急に変わりますけれども、市民会館が、まあ、今すぐそこにあるんですけど老朽化して、私はあれを壊すこと自体ちょっと反対しなかったのかなって思うんですけど、確かに古いですよ、古いですけれども、でも隣でもないんですけど、もうちょっと先ですね。昭和35年ぐらいですかね。とてもいい建築ですと思いますよ、私も。それは古いから、まあ、耐震構造とかね、いろんな問題がありますけどね。暗いからダメとか、そんな風にしてすぐ、でも、まあ、建物だけではなく、あの場所にもちょっとあってはいけないっていうことで、どこかに移転をするということでね。で私岡山に市民会館が新しくできるっていうので、どんなのができるのかなと、まあ、楽しみにしたわけですよ。で今大体みんなが行きたいなって思うような、例えば音楽のねライブなんかも全部倉敷市民会館に持ってかれてるんですよね。でちょっとキャパも広いんだけど、やっぱり素晴らしいですよね、建物としても、ホールとしても素晴らしい。山下達郎は大阪フェスティバルホールの次に素晴らしいって言ってるし、椎名林檎はツアーの最後は必ず倉敷市民会館と決めてるんですね。それくらいみんなにこう愛されてるホールが岡山にはある。で、まあ、岡山県にはある。で、まあ、市民会館よりも、うん、大きなトラックがつけられたり、うん、搬入口の大きさが全然違ったりとか、ね、使う側からとっても、ね、すごく違いはありますけど、うん、で岡山にまできるので、どんなのができるのかなと思って、まあ、今のところ、もう決まったんですかね、表町の場所に持ち上げるっていうのは、うん、まあ、千日前に決まった、うん、で文化ホールと合わせて、うん、それだとお金がなんかたくさん出るっていうことでね、複合文化施設というものが、まあ、できる。これと一緒になってる。そうそうそう。今の市民会館が1700キャパシティで、ここは900ぐらいだ。そう、1700なんで、ちょっと今まであったものよりまたさらに小さくなってしまう。でもこのシンフォニーホールね、あの丸い、これが大きいですから、まあ
そういう意味では昔なかったものがあるので、まあそういう計画で今住んでます。まあまだ計画で。いや、じゃあそのじゃあその倉敷と同じもの作れじゃん。もうね、もうダメですよ。だってあってできない、うん、できないですよ。なんで？え、だって同じものってどういうこと？いや、つまり、うん、同じものっていう意味は、うん、例えば搬入口がいいって言ったら搬入口、それはもう完全に考えたり学んでやればいいじゃんっていう話。もちろんそのためにということもあるでしょうね。じゃあいいじゃん。なんかそう、でも悪いって言ってるじゃない。だから私たちはそれをどういうふうに使えばいいんだろうかっていうことですよ。いや、だからそれ、だからサッカー言ってるのは別にそれ別に横山って名前出さなくたって言おうとしてることは分かりそうなもんじゃない。そのじゃあ岡山市民は文化をどう考えてるんですかっていう話ですよ。有名な椎名林檎が来ればいいと思ってるんだったら、それはそういうの椎名林檎が来やすいようなものにすればいや別に椎名林檎でなくてもっていいよ。その何なのって話でも、そういう椎名林檎が来てほしいと思ってる人もいるわけじゃん。どうなのって岡山の人がどう思ってるか俺知らない。そんなの今寺橋さんがおっしゃってたようなので言うとね、結局のところ京都もそうだけど、まあ、金沢もそうだけど、あのやるお稽古事文化って僕は呼ぶんだけど、一般 の、 あの暮らしの中であのお稽古事で学んでいく文化のあり方っていうのは日本はすごく浸透していると思うんですね。これはやっぱりあの僕の勝手なあれで言うと、もうちょっとあの気温の浅い国だとなかなかやりにくいんだけど、でも沖縄でも三線とかやってますからね。いや、沖縄だってすごいですよ。京都よりすごい。あと部分もやってますからね。沖縄も極端に言えば全員がやってるもん。うん、いやだからその沖縄の場合だと奄美もそうなんだけど、島ごとに全部違うんですよ。でだから岡山なら岡山のそういうその文化がであるのかどうかっていうことですよね。で岡山にじゃ あの何か独自の文化ありますかと聞かれた時に、じゃあ例えば誰かが備中神楽っていうでしょ。で備中神楽は今いろんな社中まだ残ってますけど、今僕はこの間聞きに行くと、あの最近どういうふうにあの若手育成をしてるんですかっていうと、はい、半年に一度あの東京から歌舞伎の先生呼んでますって話になるわけです。だから結局それはもうある意味ではその地域の独立性っていうものはどん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 なくなっていってしまうものではありますが、でもどこかでそれはあのもう一遍あの新たに編み出してもいいかもしれないし、独自であることにどこまで意味があるのかってこともこれ半分半分ですから、独自であることは自然と生まれてこなきゃいけないかもしれませんし、まあそういう意味ではね、あの寺橋さんがおっしゃったことはつながってると僕は思いますよ。だから日本型の文化のありようっていうのは明確にありますから、まあ、そのことがあのどうつながるかという創造型というのはもともと暮らしの中であるわけで、さっきの学校の授業にまあ演劇があるかないかって言いますけど、音楽や美術は実際にあるし、みんな絵を描いてそういうものが張り出されていく、そういうことの中であの本当にいい作品はそこでまたさらに上野先生に教えてもらったり、あのいろんな全国展にも出せるわけですから、文化自体はそうやってつながっていることのあれはありますからね、まあ、それはそうなんですよ。ただその独自性っていうのをどこまで出すのっていうことでもあるんだけど、じゃあ例えばどこかの地方みたいにあるアーティストを呼んできて、その人を芸術監督にして3年間この人でやってみよう、5年間この人でやってみよう、それを試すことだって自由なわけですよね。でも結果的にそれはあの曲がりさせてある団体を呼ぶことがいいのか、あるいはその自分たちが作りたいのか、でもそのこともね、さっき申し上げたみたいに、そのある種の舞台表現についてのそのコンセンサスがあの音楽や美術のようにあれば、演劇に関して言うとね、それはできるかもしれないけど、今だとそれは何をやってるんですかってポカンとするようなことに、まあ、まだなりがちではあると思う。でもそこをでも丁寧にやっていかなきゃいけないし、ある仮説として何かあの創造型のものっていうのができてもいいとは思うんですね。まあ、美術文化振興基本法なるものが、まあ、できて、またそれ今リニューアルされてはいるんですけど、まあ、これが果たしてどういうふうになるのかっていうのは、まあ、寺橋さんの方が詳しいと思うんですけど、本当にその法律ができたからといってやりたいと思ってる人いなかったら結局それはできないし、あの今その全国の彗星だから今そこにお金出るからって慌ててその創造型の体裁だって整えてもいけないとは思うけれども、でも本来はハッと発想を変えたら、劇場って人がいて、そのただの箱じゃなくて、あのそこに劇場の人たちがいるっていうイメージも、あのさっきのヨーロッパのナショナルシアター的な極端な場合はそのぐらいのことも考えた時には、もう少しあのいてもいいんじゃないですか人がと。でそれはその兵庫のピッコロ劇団っていうのは、あの劇団がピッコロ劇場というところに あったりしますし、静岡もそうだし、まあ、全国的に少しずつ増えてますよね。新潟だとダンスカンパニーがそこにいたりしますし、でそんな中で岡山型って言えるようなものを、まあ、提案していったり試したりすること自体に意味がないわけではないと思うんですよね。
ただやはり大分はね、大分の塚公平劇団というのがね、一時あったんですよ。でも塚公平劇団がなぜうまくいかなかったかっていうのは、今大分とちょっと再来年仕事するんで話ずっとしてるんですけど、やはりそれはそのどうしてもその地元の人たちのことをこううまく吸い上げようとすることが、やっぱりうまくいくこととうまくいかないことがどうしてもあって、逆にその全国区で人を集めちゃって、地元じゃない人がいっぱい来ちゃったじゃないかっていう不満が出てきたりした時に、でもじゃあそのでも人が来てることを喜んだっていいじゃないかとか、いろんな考え方があるんですけど、どこかのボタンの掛け違いだと思うんですよ。でもそれがそのことを主導してる人がちゃんと気がついて気の利いたことをやらなかったから良くなかったっていうふうにまとめるのは、僕やっぱり良くないと思っていて、やはりそれは全体的な底上げがなされてない、まだ準備がまだできてないところでやっちゃった部分っていうのはあると思うんです。でも準備できるのを待ってたってキリがないから、何かはしなきゃいけないので、まあ、そこら辺のことで言うと、そのもう少しそのリサーチというか、全国の他のところがどうやってるか、他の国々がどうやってるかっていうこともある上で、そういうことできるんだなっていうコンセンサスはちょっと注意深く慎重に でもあるけれども作っていかないと、ただうちはこうすることにしましたってトップダウンで行政側に言われても困るでしょうし、まあ、だから実際に市民会館立つのにまだ何年もかかりますから、それまでにそういうコンセンサスを持っていくような活動をちゃんと市がしていけばいいんじゃないかなとは思うんですよね、うん。この辺でちょっと今のお話から質疑、何か質問とかねっていうのはちょっと出にくいかもしれませんけれども、せっかくお二人が今日こうしていらっしゃるので、皆さんから何か二人に聞いてみたいこととか、こう思うんだけどどうでしょうかっていうような、そういったご意見があったら今から始めたいと思います。あ、はい、どうぞ。その市民デッキ、市民のホールのことなんですけど、はい、新しくできる、そうそう、市民劇場に入っていて、はい、で市民劇場って、3000人の県内会員がいて、はい、自分たちで会費で年6回の興行するっていうところが、そのホームシアターが全部変わってしまうわけだから、一生懸命パブコメとか審議会とか意見を聴取しようとして呼びかけはあるんだけど、なんか行政を全然信用してないから、行政は青写真ちゃんとあってもうこうしますよっていうふうなことになってんじゃないかなというふうに思ってるんです。どうなんですかね。いや、まあそれはちょっとよくわかんないけど、岡山市役所の中を見てるからわかんないけど、それも難しいんですよ。それこそね、これも指定管理者制度になるの、あれどうなってんすか。ちょっと佐賀さんに聞きたいけど、ザ・高円寺っていうのはどこが指定管理者になってるの。あれ劇場創造ネットワークって NPO で僕らが作りました。そうだよね。吉祥寺シアターはどうなんですか。吉祥寺シアターは地元の武蔵野文化財団ですかね、が指定管理者になってると思います。だからね、その指定管理者制度っていうのができた時も、私が文化庁にいる時で、すげえ評判が悪いわけですよ、その時は。ちっちゃい指定管理者制度が悪いわけじゃなくて、誰が指定管理者になるかっていう問題でしょって話。だからさ、高円寺みたいにすればいいわけ。それでそのよく指定管理者制度になんで反対が多かったかっていうと、ちょっと今の話とつながってくるんですけど、それまでは役所がやってたわけですね。で、役所ですごい熱心な人がやってたのに、でその文化のことをずっと分かってる人がやってたのに、指定管理者に出るって、海のものとも山のものとも分かんないやつが来るって。でもね、その分かってる人がやってるっていうことのデメリットっていうのもあるわけだよね。そのあるだってね、その人の思いでやっちゃったりしてるとどうなのよっていう話はあるじゃないですか。少なくとも指定管理者制度っていうのは、手を挙げた人がいて、それをちゃんと審査してどれにやるのかっていうことを、まあ市民の代表が入るかどうかは別としたって、オープンにここに決めましたのはこういう理由ですみたいな話を出さなきゃいけないんだけど、そこに古田貫みたいにいる人がいて、やってることが必ずしもいいとは私は思わないんですね。いい場面もあるけど悪い場面もある。だからそれも含めて議論していかなきゃいけないんで、その例えば岡山市役所にそのカリスマみたいな人がいて、その人が今度の市民会館をこうするようになってるとやったとしても、その人にやらせることの是非についてきちんと議論しなきゃいけないですよね。でそれと違うんだったら、それこそ我こそと思う人が
これから指定管理者募集しますよという時に、それこそ皆さんの団体だって手を挙げてもいいのかもしれないし、多分手を挙げてると思うんだから、それでそこの中でやっていくって問題がありますよね。でもじゃあ指定管理者を決めるときに誰が決めるかっていうと、最終的には市民が決めるわけじゃないですか。最終的っていうか、その議会の意見とかあったら、それは市民が選んだ議員なんだろうし、の市長だって市民が選んだ市長なんだろうし、みたいなことでしょ。だからまだその何年も先なんだったら、何年かかるの、あと4、5年4、5年って言うと、そうっていうことはもうその間に市長も議会も必ず選挙があるわけじゃないですか。でそこのところでどうなんですかと、それをちゃんと争点にしてどう思うんですかということをやればいいじゃないですか。市議会議員の選挙があるときに、あなたこの会館についてどう思ってるんですかってアンケート全部の候補者に取っていくみたいなことしますよね、あの今だって。だからそういう形で決めていってどうなのってやらなきゃいけないんで、そこがあれなんですよ。だから岡山、まあ、もちろん皆さん方も大体3000人いらっしゃる、でも岡山市民はもっと、何十万人っている、その人たちが一体それをどう思うのかっていう話を議論していかなきゃいけない。それはもう、市長とかその市議とかね、選挙を選ぶときにそこはあんまり重要じゃないとか、その市民会館どう考えてますかとか、岡山のその文化行政どう考えてますかみたいなところは、あまりその選択肢の、重要なとこじゃないって考えてる人が多いと、やっぱりあれですよね、軽くなっちゃいますよね。多分軽いでしょうね。いやまあでも指定管理するってことは、あの中で毎日のお掃除であるとか空調の整備であるとかメンテナンスとか全部やるわけですよ。で そういうことも含めて本当に指定管理をやるっていうことが認識できていらっしゃるかどうかってことも大きいと思いますし、すごい大変は大変だし、あもう専従の職員も何も置かなきゃいけないこと、だけどね、それはできるんですよ、別に市民でも、そうそう、一応作ってしまって後でね整備することもできるでしょ、 NPO はね。まだそれ何年もあるわけだから、やるつもりってやればいいし、東京 の文京区に、文京区の中学生高校生がたむろす場所、居場所みたいに作る B ラボっていうところがあるんですけど、これは世田谷区の文京区が作ってて、でそれの指定管理者制度にもうベネッセとかね、そういうところがバッと手を挙げてるわけですよ。それで私が関与してる語り場っていう若いやつがやってる NPO があるわけですよ。でもそれが指定管理者制度を起こしたら、もうベネッセとかなんとかもう並み居る大企業を抑えて取れちゃったわけですよ。指定管理者制度をできるようになって、指定管理者制度って言ったって、そこにだから先住の今日佐賀さん言うように空調のあれから全部やんなきゃいけない、そこに職員を、でもほぼみんな素人のそんなことやったことのない連中がもう指定管理受けてもう3年目かな今、全然問題なくやってるし、ものすごく評判もいいし子供たちも喜んでるしみたいなこと、だから決して素人にできないと、素人ですよやってるのは、学生がやってたりするわけですよ、学生か学生に毛が生えたようなのがやってるわけです。みんな大体20代ぐらいの連中がやっててもできるわけだから、本当にその要するにそういうのは専門家じゃなきゃできないっていうふうに思わずに、じゃあ自分たちで指定管理者になろうじゃないかっていう考え方もある。それは皆さん方の団体だけじゃなしに、他の人が俺がやってやろう、何でもいいけど、例えば岡山臨港軍を見る会はやっちゃおうとかさ、なんかそんなのも全部ありなわけでしょ。要するに手を挙げる資格は誰しも持ってるわけで、それに見合う、いやその一般的にはベネッセにやらせる方が安全安心だけど、ベネッセが考えつかないようなプランを出したわけですよ、こういう形でやるんだと。その今普通の管理型の今までの日本中のどこにもなかったようなことをやるんだと。でそれこそ外国見に行ってこういうものを作りたいんだというようなのをプレゼンするわけですよ。そうするとそれで、まあ、その時は区長が決めたん、最終的には区長が決めたんだろうけど、そのだけどそのオーディションみたいなのがあるわけじゃないですか。みんなプレゼンして、うちがやったらこうなりますよと、そのプレゼンで勝ったわけですよ。だからそういうものを作っていくっていうことは誰にでもできることなんで、ただまあやっぱりそのある程度その目的がはっきりしたあまり大規模じゃないもので、まあ、全部
見通しがいいものだったらいいんだけれども、あの市民会館レベルになるとそれはちょっと全然話が違ってて、で例えば僕が今ちょっと変わり始めてるある市民会館、別なとか市民会館、市民ホールですね、別な都市ですけど、そこにはその、あの、まあ、委託業者がね5個入ってるんですよ。で例えばそのある会議数とあの稽古はある業者で、ホワイエとどこはある業者、ホールはある業者と、でそうなるとね、そこでイベントやろうかっていう時に その面倒くさいルールに縛られちゃうわけです。だから例えばその地元 その市なら市の作ったあの事業団なんかだと一つでやりますから、その方が本当は話は早いわけですね。でやっぱりさっきのナショナルシアターも一つのグループであることのメリットがあると、もちろんその委託業者入っていいんだけども、そのスピリットをちゃんと分かってくれないといけないことになるわけですね。だからその今あの日本はもう迷ったら、面倒くさかったら分割しちゃったりするのもかなり問題があって、あのそこはね、うん、難しいところですね。だから、まあ、僕らの、 その、まあ、さっき話してたザ・高円寺っていうのは、あの杉並区の高円寺にあの昔高円寺会館という公民館があって、もちろん成人式なんかいろんなことやってる、あまり大きくないあの規模のホールだったんですね。でところが杉並区には荻窪に荻窪公会堂っていうのがあって、そこはあのもう何しろ音楽の方で堂々とあるもので、そこが音楽に特化したものとしては立て直してちゃんとコンサートができる、しかもあと小さいあのホールも2個ついてますから、で音楽についての専門ホールはもうできたと。ついてはその高円寺会館を立て直していると、もあの他 あの別に近くに他のホールもできてるから、成人式とかそういうのは他のところでできると。じゃあ演劇に特化したホールにしたいので、弟子作家協会に僕があの、まあ、その頃作ったんですね、井上さんたちと。でそこにちょっとその杉並区 その会館を、まあ、あの演劇専用ホールにするのを一緒にやってくれないかという話があって、まあ、その生活文化課と一緒に相談しながら作っていったわけですね。でその時にでも本当におっしゃる通りで、その地元とどうつながるか、で高円寺って皆さんご存知ですか、阿波踊りで有名なんですね。でもうすごい規模の何万人の阿波踊りをやるわけで、要するに地元に阿波踊りを踊るためのグループのあの連っていうのがあるんですよね。でその連が何十とあって、で阿波踊り協会っていうのがあるんですよ。で阿波踊り協会の会長と当時弟子作家協会の会長の僕と、その2つの会長と杉並区の区長で、あの当時は山田区長でしたけど、一緒に相談して、まあ何か要するにパートナーシップの、まあ、契約をしてやることになるわけですね。でところが阿波踊りホールっていってもいくらなんでもね、あの踊る阿波も一年中はあの踊ってないだろうと思って、その阿波踊りホールってホールを用意して阿波踊りの練習ができる連なんだけども、その連のためのホールなんだけど、冬場とかは演劇に使わせてもらえると思ったけど、一年中埋まってるんです。もうびっしり頼むよって感じ、まあ、そういう計算違いもあるんですけど、あとはやっぱり杉並区でそのどうやってその区民に対してアピールするというか説得力を持つかというと、演劇の持っている一つの問題というのはやっぱりその教育の部分で、学校教育とかその演劇の学校とかないって言ってても始まらないから、決めたことは小学校4年生の子ども全員にそのホールで演劇を見せるってことを決めたんですね。ですから全員見るんです。今あの9年目ですから、あの本当にこの9年間の小学校4年生を杉並区で過ごした子どもはそこの劇場で演劇を見ています。でそこはあの最初に作った「旅と愛とお姫様」っていうあの外国の演出家を呼んだやつは非常に出来が良くて、でちょっとエッチなんですよ。4年生に見せていいんだろうかと僕は思うんだぐらいな、まあ、見せたいんですけど、そういうものもあって、でやっぱりその例えば土曜日と日曜日の午前中は演劇とどこまで関係があるかわからないけれども、子どもたちのためのワークショップもやってます。同じ場所でも そこに開放しているわけですね。でこれはね、僕らがやっぱりヨーロッパの劇場とかとよくつながりを持ってて、ヨーロッパの劇場っていうのは例えば土日の午前中はどんな演目をね午後からやってても、あのもうライトバン1台で来てパーッと子供向けの芝居を作って見せるっていうのことを平気でやってるわけ。あのチジムナフェスティバルって沖縄でやってるのはそういうのばっかり集めてるから、実はいっぱい集められたんだけど、子供向けの演劇のフェスティバルがあって、でそういうものの文化を少し流入しようって、そういうふうなヨーロッパからの演目も毎年呼んでるんですね。であとその4月はその要するに新学期が始まってからのゴールデンウィークまでの間はあのホール1っていうのを、まあ、ここはあの舞台が自由に組めるんですね。そこほぼフルフラットにして4分の1だけ小さい劇場にして、子どもたちがフラッと入ってきて遊べて、たまに芝居もやるっていうの
の空間にして1ヶ月間すぐに使っているわけですね。で、子供のこととその阿波踊りのことと、あとその2階にカフェがあって、これはもう僕ら直営でやってるんですね。で、そういうことの中で読み聞かせもやるし、そのアーカイブスも作り、で、あとはそのビックレ大道芸っていうのをやったり、まあ、そのお笑いのやつもやるし、で、まあ、いろんな形でその地域とスリナミックとどう組んでいくのかってことでは、まあ、かなり定着してうまくいってます。だからそれはやっぱりその準備にすごく時間をかけてますし、そこのスタッフの半分は世田谷パブリックシアターをやった手掛けた人たちをまた僕らが面接して呼んでるのもあるんですけど、そういう人たちが一緒にやってることによって、まあ、今、東京近郊で考えられる一番いいノウハウはもちろんやってるんです。でもその NPO はアーティストが主導している NPO が指定管理やってるのは多分全国でここだけだと思うんですね。だからそのことがもう少し浸透していかないかなというふうには思いますし、相当情報公開してるんだけど、まあ、なかなかうまくいかないと。ただ僕らの人脈っていうのは実はいろんな人につながってて、例えば全国のいろんな公共劇場に人が行ってます。で、行って帰ってきたり、そういう人たちの、まあ、いろんな駆け込み相談みたいなこともしてる人もいますから、まあ、スタッフも充実していますので、ひょっとしてそのどこかの市民会館レベルのこともできるかもしれません。岡山はやっぱり、ね、岡山の市民会館から頼まれたら来てくれしになればいいです、ね。まあ、それはみんながやりたいかどうかだね、うん、みんなっていうのは岡山の人、いや、東京 そのうちの NPO の人とかね、うん、だからそれも含めて、だからやっぱりそれは慎重に丁寧にみんなが幸せになれるようにやるしかないでしょうし、でもその NPO の売り込みをしたいなんて気持ちは全く今なくて、とにかくいろんなことで言うと、でもできないかもと思ったことができるっていうことをね、やっぱり信じたいんですよね。で、日本ってね、やっぱりなんかできないだろうと思ってやめちゃうし、やめちゃうための言い訳として世間ってそうじゃんっていうふうに言ったり、ちょっとなんか頑張ろうとしてる人の足引っ張ったりするのが多いから、そこをちょっとなんか面白いやつを応援するというふうには、まあ、あってほしいかなと、そんなことは思いますよね。いや、もう実行力って意味で言うとね、まあ、韓国の話に戻ると、韓国の人たちね、やっぱすごいと思うのは、二十数年前に僕が初めて行った時には、韓国ってその演劇界に関しては、IT や国際演劇協会側と演劇協会側とちょっと派閥があって、対立があったり、割とみんな仲悪かったりして、みんなもやっとしてたんですよ。で、それ、まあ、僕なんかそれさえ日本が占領してたせいの影響じゃないかと昔から思ってるぐらいなんですけど、そういうそのドヨンとした韓国の空気っていうのがあったんだけど、そこからどんどん解放されていった時にね、まあ、その韓流ブームが途中で出たことも後押ししてるんだけど、要するにその自分たちで例えば演劇の学校も作っちゃうんですよ、彼は。で、作るったってそれはもちろんいろんな行政であり、いろんな団体と地域と組むからできるし、できないと思わずにちゃんと話し方でやっちゃうと。で、一番驚いたのはその国立劇場の話、日本の話しましたが、韓国にも国立劇場があって、国立劇団があるんですね、つながってたんですよ。で、あそこの連中が入ったらもう永久就職で、なんか全然緩くて良くないとかいう批判もする人いましたけど、それはさすがに放置してたんですよ。ある時なんか一挙に革命を起こしたんですね。国立劇団を切り離したんですよ。で、独立のものに切り離すということをもう強引にやって、その代わり民間人が勝手に切り離してやったんだからって、国は補助しないぞってなった時に、どうしたかというと、伊達に徴兵制がないんですね。ソウル駅の裏側に韓国軍のトラックヤードがあるんですよ。かまぼこ の兵舎が、兵舎とトラックを入れるところ何個もあって、そこを丸ごとほぼタダで借りたんですね、軍から。軍から文化人が借りたんですよ。で、それでそこにその劇場を2つと稽古場3つと5階建てのビルを制作棟で持ったわけです。で、その広場はもう演劇人たちがみんな嬉しそうにたむろってるわけです。こんな革命みたいなことをあっという間にやっちゃうわけですよ。で、韓国の人たちはやっぱり一致団結しやすいし、その上下関係があることが問題だっていう人もいるんだけど、いざって時には今は集まろうと、ちゃんと集まるわけで、そういうのを見た時に実行力、日本人の方が全くないっていうことにね、気づかされて非常に恥ずかしい思いがありましたね。だから何かその、まあ、岡山に限らずなんですけど、自分たちの町のためになんかいざとなった時にはなんかもうやっちゃおうぜっていうふうに言えるようなものが本当は欲しいけど、それが戦争だと困るんだけどって話ですね。戦争じゃないことも文化でねということでなきゃいけないと。 でも実際そうなんですよ。他の国を見た時に自分たちのが例えば出会う時にどんな国の人ですかっていうと、どんな思想を持ってますか、どんな鉄砲を持ってますかじゃなくて、どんな 文化っていうか、どんな風に生きてますか、どんな風に人生を豊かにしてますかってところでつながるものじゃないですか。僕らいろんなだから外国で行くと、
あ、日本の人ですねとかね、なんかそのいろんな黒沢とか三船とかね、侍とか言ってくれるわけですよ。まあ時々ジャッキーチェンって言われるんだけど、あのそういうそのでもアート自体はちゃんと浸透してて、全国に全世界に他の国にも知られてるわけですよね。じゃあ岡山が何で知られてるかですよね。岡山って場所がどう知られてるか、僕は悪い冗談でいつも言うのは、あの岡山県の県庁所在所在地を倉敷だと思ってる人はいまだに半分以上だと思いますから、でそれが岡山らしさなんですよね。岡山市って多いような、あ、そう、そういう人も多いだろうね、それでいいよっていうね、このなんかなんだかよく分かんないドーンとしたところが、だって黙っててもね、四国に行く人も山陰に行く人も岡山通ってくれるから、別に黙ってて、うん、当然だしょってなるよね。この岡山人の感じっていうのは個性として実は面白いところがあるんだけど、その面白いところに気がつかないぐらいにみんななんか当たり前だと思ってるんですよね。だってあの新幹線ののぞみがね、あの岡山まで通った時に覚えてます、名古屋に止まらないのぞみがあったんですよ。だから大阪と岡山しか止まらないのぞみがあって、名古屋人がどんだけ怒ったか俺たちが岡山以下なのかって、さすがに名古屋人の不満は僕らが抑えきれずに、まあ、結局名古屋に止まるようになっちゃったんだけど、あの名古屋に止まったってほんの数分だと思うんだけどね。そんな京都にも泊まんなかったの？京都はね、京都は泊まりました。京都はね、さすがに泊まったんですよ。京都泊まんないと大変なことになる、ね、今ってリニアモーター、リニアの新幹線だってねじ曲げて京都に止めようとしてるんだからね、とんでもないけど、大体でも本当は新幹線が泊まるとか、まあ文化的な話じゃないんですよね。いいですか？はい。特によく勉強してるわけでも得意科学なんで、ちょっと変な話なのかもしれませんけど、今日お話をして、まあ、国や自治体がね、どこまで文化に関してこう関わっていくべきかというようなことをお二人ともね、話されてたと、特に、まあ、フィリピンの例とか、まあ、あって、私が思うのは、まあ、結局、国がまだ日本で言えば戦後こうとかね、そういうフィリピンで言えば、まあ、経済成長が始まったとか、ね、そういうなんかこう国全体を伸びていくときにはそういうものはやっぱりリードしなければお金も出さなきゃいけないし、箱物も作らなきゃいけないし、人も育てなきゃいけないということがあると思うんですよね。で、日本という国がそういう意味でそのどこまで世界と比べてという意味ではなくてですね、まあ、ある意味で日本という国をどこまで今どういうふうに考えたらいいのかね、もうぼつぼついい加減に国がそんなことするのやめろよというのか、まあ、ものすごい極端に言えば私国立大学って嫌いなんですよ、なんかいいと思ってます。国は金だけ出せばいいと、人やなんかはね、もっとこう民間大学になってほしいと思ってるんですよ、極端に言えばね。だけどそれは本当にできるとも思ってない、そうなってほしいと思ってるだけでね。だからそういうふうなまあ、ことからいくと、本当にその文化とかいうのが一番、さっき、まあ、お二人の話にどっちもあったけど、その文化がその民主主義を育てるっていうんであれば、その、国民というか市民がね、岡山市民がどんなにその文化というものを親しむかということも不大事だと思うんですけれど、それもさっきの話で杉並区文京区と岡山市を比べたらちょっと違うと思うんですよね。まあ、それを杉並区文京区に負けないように、岡山市も頑張ってほしいとは思うし、そういう活動があってほしいと思うけど、そううまくいかない、例えば岡山市長が誰かどんな人かよく知りませんけど、多分杉並区長とは多分だいぶ考え文化に対する考え方も違うと思うし、議員も違うと思うし、その選挙の時の、立候補する人も喋ることの内容もかなり違う、まあ、私自身は違うと思ってますだろうなんですけどね。でまあ、そういう中で、まあ、お二人、まあ、どちらでもいいんですけど、今の抽象的な質問で悪いんですけど、本当に文化とかいうものに関して国がどこまでこうやる方がいいのかというか、理想的にはどうなるのかとかですね、やっぱり一つのこういいものがないとそっちに向かっていくというのがあるじゃないですか。それはどうなのかなというか、ちょっとね、お二人の話聞いてちょっと分かりにくかったというかね、こう思ってるというのは大体分かったんですけど、もう少し具体的にというか無理なのか、今の状況ではそれはこれ以上説明文だったらそれでもいいんですけれど、教えていただけたらと思います。竹田脇さん。私、はい、まあ私は国が関わらない方がいいと思ってます。
だって結局じゃあ国が関わらなかったらどうなるのか。今まあ1000億ってあって文化財の修復とかそんなのに使ってるお金が半分以上あるわけですから、本当にいわゆる、まあ、ここで今議論しているような文化活動っていうのを出してるお金なんかたかだか400億ぐらいですよ。で、その400億で国に偉そうな顔をしてもらう必要もないんじゃないかと思うし、さっき文化芸術基本法っていうのを最初にできた時、私文化できた後に文化できてすぐ文化庁に行って、うん、こんなんできましたっていうことで、こんなん書いてあったって全然意味ないじゃん。今度6月にできたのは何かあれ、何かあるんですか。まあちょっとリニューアルですね。でも何か何か何かある、何かおみたいなとこあります。あれそれほどはないですね、うん、だ結局ねスローガンなんですよ、うん、とスローガンで国が芸術文化がの国だって国に言われなくたって自分たちで思うかどうかの問題じゃないですか、うんうん、自分たちだって自分たちの国が文化国家だとすら思ってない国民でやってて、国がその文化だって言ったってしょうがないし、その400億ぐらい400億ポッチでね、じゃあそれがもしなくなっちゃったらどうなのかっていうと、まあ、演劇の場合は坂田さんに聞いたらいいと思うけど、映画の場合だってそのさっきも言ったようにその5000万以上の大きい映画出してるわけだから、それ出さなくなったって5000万以上かける映画っていうのは基本ペイするから、別に国からお金もらわなかったとしたって、まあ5000万カツカツのやつはちょっとずるいやつがいて、みんなずるしてるけど、要するに でかいのしか出さないんだから、でかいやつは金が国からもらわなくたってできるんですもん。でそれだけの話、甘えてるだけの話ですよ。 その分あの努力しないで済むっていうだけのことみたいなのをやってるんだと、それむしろやめちゃって、それでみんなが本当に欲しいんだったら映画館に行って映画見るだろうし、未然に切っての見に行くだろうしみたいなことで、そうするともういよいよさっき言った文化財なんですよ。あの国側は援助しない限り滅びちゃうやつってありますよね、うん、もうあのつまり経済的に成り立たないもの、例えば文楽とかかなり怪しいですよね、うん、国がやらなかったら滅びちゃう。でもオペラが日本から滅びちゃったって別段日本民族の責任じゃないですよね。世界の財産なんですから、そこであるって、まあ乱暴だけどね思う。でも文楽は日本人が守らなきゃ、それは地球上から文楽消えちゃうから、それをやるぐらいの範囲にしてしまうっていう考え方は私はありだと、実はあの文化庁で言って文化行政やりながらあれですけど、もうそんなもんなんて国がやらねえかんの、社会主義国家じゃないしみたいなことに、だからその日本固有のものが滅びそうになった時に出動するレスキュー隊みたいな感じでいいんじゃないかと私は思いますね。演劇の方はどうですか。まあそうですね、17年か前にあの力作家協会の会長が永井愛さんの時に、僕は副会長で斉藤蓮さんとね、あのぞろぞろ並んで寺井さんがいらっしゃるところに行った気がしますけど、僕ら民間側は、まあ、文化にお金を出してくれまいかという話をね。でそれはまあよく言われるようにガードレールや橋を作るのにだって税金が使われるように、あの一種の骨格として文化っていうものがあるならば、そこに ある程度そのなんていうかね、助成されたりするものは必要だろうし、その一つの公園に対する助成金とか何かに対する助成金とか出てるんですけれども、やっぱりシステムは全然完備しようがないんです。それはさっき言いましたように、その教育部門であるとかいろんな形で ある種 の形が全くできてないわけですね。で映画はやっぱり一本の映画っていうのができるってこと以外にやっぱり教育もあるとは思うんだけども、演劇の方はまあ劇場があって人がいるっていうのが僕は基本だと思うので、そのことを支える部分っていうのは僕はある程度それは保障されていてもいいような気がするんですね。ただそこに甘えていってはいけないっていうのはおっしゃる通りだし、まあ、こんなことばっかり言ってるんだけど、そういうのがあったらそういうものに頼ってていいのかって批判する側に僕は回りたいんだけど、批判する側に回るほどのことがまだ行われてないので、まずはその行われてもいいのではないだろうかという気はします。で特に僕が今やってるその実作家協会だとかなんとか協会とか、そういうそのまあ本当に ただそういう職能団体的なものや、NG 文化の底上げにとか維持に、まあ、関わるような組織にとっては、みんなから会費を、まあ、取ってもちろんやってる面はあるし、セミナーをやったり自主事業でお金を集めていたり
協賛金も集めたりしてるんですけど、まあ、ある程度のその協調性っていう部分は認めてほしい反面、まあ、自立した存在でいたいということのディレンマにいつも襲われてしまうんですけど、まあ、そのことはまあ僕らが向き合ってまさにそういうところから表現する糸口を探していくべきことでもあるので、まあ、逃れずに向き合っていくことではあるんだけれども、まあ、その甘えて出してくるということよりは、まあ、それは今の資本主義の仕組みの中ではそれはそうある方が望ましいんじゃないかということが言える部分もあるとは思うんです。ただ僕もいろんな紹介の中で このやり方で本当にいいのと、今その文化情勢がこうなっているのに対応した企画出してませんか、皆さんそれはそれでいいんですかっていうふうに、だから内部的な批評があったり、まあ、まだ過渡期なんだと思うんですね。だから、まあ、もちろんそのある組織に団体に、まあ補助があって そこからまたどういうふうにそれをみんなに渡していくかっていうようなことを、まあ、すべきだと思うんだけれども、今やっぱりどうしてもその何かよくわからないまあ、例えば審査する人や配分する人が、まあ、僕らからするとちょっとわからない価値観でやってる部分はありますから、そのことについてはやっぱり意見も言っていかなきゃいけないだろうし、何もなくていいというふうにはもういかなくなっちゃったんですね。というのはその助成金制度がまあ芸術文化振興基金できて、それが89年でしたかね、その頃できてから結局助成金が出てるということになると、例えばスタッフの人には少なくとも僕らはお金を払うことに昔からなってるわけですけど、外部で頼めばもちろん安全面も出てきますから、で実際その人たちに持ち出しは頼めないわけですから、で助成金出てるんだったらちゃんともらわなきゃ困りますという人も増えてきてるわけですね。ましてやそれから四半世紀立っているわけですから、そんな中で ある種の仕組みが変わってきている面ではね、まあ、仕方ないと。ただかといって公共劇場で一点お金を預かってそこで再分配するってことを主張する人がいるんだけど、僕はそれもあんまり信用できなくて、やっぱそこはやっぱりちゃんとした専門的な価値観と批評眼を持った人がそういうセクションがやっぱりあるべきだとは思うんですね。だからまあこれ永久にいたちごっこなんですよね。それがあるべきなのか、もっと自由でなきゃいけないんじゃないか。でもお金に関して言うとね、だからそれは自由であるからお金がいらないんだっていうのはちょっと成り立たない世界には半分は入ってると思いますね。だって僕ら税金払ってるんですもん。すんごい額の税金払ってますもん、生涯で言うと。それはやっぱりどうなのっていうことにもなるしね。それは何かしらやっぱり文化っていうものに関してはもう少し価値を認めてくれませんかっていうふうに言う人はいてもいいでしょうね。じゃあお金を出してくれるけど、その偉そうにしなきゃいいっていう。まあそれはそう。だからその高々私に言ってんの。もう10年以上辞めてから経ってんだから。別に言わってないじゃん。偉そうにされるぐらいならって今言ったから。せっかく機会なんで寺脇さんにちょっとお尋ねしたいんですけども、はい、東京や 大都市で、行われている劇場だとか、劇団だとかっていうところに、まあ東京の小池東京というか国の文化政策が向いてて、相変わらずずっと向いてて、でも地域でなんか際立ったあるいは創造的なことをやろうとしている人たちになかなかこう焦点が当たらないっていうのは相変わらずまあ続いてると思うんですね。で、まあ、映画もそういう部分があるのかもしれないんですけども、多分今岡山でその、新しいできる文化施設がいくら創造型といっても そこをある程度こうなんか制度的っていうか文化政策的に変えていかないと、相変わらずなんかなんていうか、その地域全体のそのなんか底上げになっていかないような気がするんですけど、その辺の寺脇さんの、まあ実際その。まあ、実際その文化政策の現場は離れていらっしゃるのかもしれないんですけど、受け止め方っていうのはどんなふうに思ってらっしゃいますか。はい、いやいや、文化政策なんて本当くだらないです。文化政策って誰かが決めるわけでしょ、これがいい。だからね、坂田さんの言う通り税金を文化に向けるのはいいです。
だから例えばね、さっき国立大学必要ないとおっしゃった、私立大学に対しては補助金国が出してますよね。あれは全部に出してます。あらゆる私立大学に出します。そして同じパーセンテージ出してます。それはすごく私はフェアでいいと思うんですよ。もうどの大学も、つまり慶応義塾大学だからたくさん出してやろうとか、有名な大学だからかんとかじゃなくて、もう具体的に出す、あのやり方はすごいフェアだと思う。だから今おっしゃったようなことで言うならば、実は今おっしゃったあれですけど、今ほとんどの補助金はもう芸術文化振興基金に丸投げしてるんですよ。文化庁自身が出してるのはほとんどないんですよ。だとするならば、文化振興基金に政策なんかないんだから、そこに金があるっていうだけの話ですよ。文化振興基金が持ってる金に国がそこにお金出してやる、そんなのもう機械的にやればいいじゃないかという話です。なのでそのやり方がいろんなくちゃくちゃして、審査員ってその既得権益がそこからいっぱい生まれてます。もう映画なんかも吐き気がするほど既得権益が生まれてます。そんなら劇場だっていいじゃないですか。どの劇場にだってその劇場のデカさ、あれ、なんとかの、つまり数字で測れるところだけ測って、それ全部分配すればいいじゃないですか。だからさっき言った落語がね、すごいいいのはね、落語でね、トップレベルのって言ったって、トップレベルかどうかなんか審査してないですよ。あれはいい。要するに落語家があれはどういう形で出てるかっていうと、本当にね、出し方がね、いろんな出し方してるからややこしいことになっちゃってるけど、その落語家が寄席というホームグラウンド、みんなよその方が稼げますよ。寄席行ったらもうほとんど出演料ってスズメの涙ぐらいですね。一回あそこでやって、普通落語家って例えば岡山に呼ばなくても東京でだって頼めば、新内だったら一回の出演料5万円とか10万円とか、まあそんなもんですよ。まあ5万って安いよなみたいな感じで、まあ払いますよ。とか予選だったら2000円とか3000円ですよ。でもそれはだけど自分たちのホームグラウンドで、さっき坂田さんが言ったら、その寄席がなくなっちゃったらいくらよ、どこの大ホールで何千人集めて、そしたら100万単位でギャラも出るけど、そうじゃないんだと。寄席っていう2000円か3000円しか出ない、それ柳家小三治だって何千円かしかもらわないでやる世界です。でそれを維持していくんだっていう話で、だから落語家の場合はどうしてるかっていうと、寄席に出た人がその時例えば2000円もらうんだったら、それに比例して、例えば坂田さんが2000円で出て、私が3000円で出るとするならば、その補助金を割って、坂田さんには200円出して、私には300円出す、つまり出てるやつの 10% って、まあどうなるか計算してみるわけだけど、それに比例して出すと、で全員のもらうと、いちいち誰が何とかの審査とかしないと、で出しちゃう。でそれをさっき言ったように若手に還元していくような仕組みがそこの中にあるから、もうこれでいいじゃんかみたいな話がある。だから今のご質問に答えるならば、どんな劇場だろうと、劇場でそこである程度の、ね、まあね、それはほとんどやってないところはしょうがないけど、その芸術公演っていうのを年に一定数やってるところに応じたら、やってる日数に応じて計算して、計算式出して、これに当てはめていって、で取ってきた予算をそれに分けて配分するぐらいのことで、私はいいんじゃないかと思うんですけど、妙にそこで政策っつって、お前はいいやつだからたくさん出せ、それはさっきの威張る話になっちゃうわけですよ。出してやってるって感じになるんだけど、機械的に出してたらね、出してやってるって感じにならないんですよ。私私学女性化っていう、私学にお金配るところにいたけど、私学にお金出してやってるとは全然思ってないし、私学の側も寺脇さんありがとうございます絶対言わないし、こんな自動的にもらえるもんだよ、当然じゃないか。今だから 9% ぐらいしか出してない。だからでもみんな 9% なんです。自分のかかった経費の 9% を出してるからみたいな、それがたった 9% で、まあ威張んなよみたいな感じで見られても仕方がない。本当は 20% ぐらい出てたから、どんどん目減りして 9% になってるけど、だからそれはね、ものすごい不正を働いた時にペナルティで何年間か出さないよとか、そんなのはあるけれどね、それ以外のところはもう本当にしょうもない大学にだってやってる以上出してるし、ものすごい素晴らしい大学にだってその同じパーセンテージで出すっていうやり方を大学の場合はやってますよね。だから文化の場合にどうなのかっていう議論はあってしかるべしで、私がどう思うかって聞かれれば、私はもうそうした方がすっきりしていいと思います。もう一点に答えたら多分ね、岡山 の新しい施設は
僕は分かりませんよ、分かりませんけど、あの佐賀さんの感度があるあの確かかもしれないですけど、多分芸術監督や教育者を置く方向で、計画が進んでいくんじゃないかなと思うんですけども、それは多分今のその、その国の、支援とかそういうスキームも含めて多分そういう風な、施設にしようっていうのが多分あるんじゃないかと思うんですけども、高田さんその辺はどんな風に受け取りましたか？いや、まあ、僕はとにかくあのこの間もあの人々の前でちゃんと話したことで言えば、まあ、その劇場というか市民会館が箱ができるからそれでそういうものを作るっていうんだと遅いわけですよね、うん、本当にそのあの人を養成する場所であるとかあのいろんなその創造型っていうものが必要なんなら市民会館が建て替わらなくたってなきゃいけないんですよ。でそういう意味では そういう発想が本当にあるんですかっていうことであの岡山市がお寄りになるならばその発想をちゃんと持ってほしいし、その市民会館ができるのに合わせて間に合えばいいやじゃなくてすぐにでもそのためにあの始めればいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、うん、じゃあもう時間が、うん、いいですか、はい、じゃあ今日ありがとうございました、はい、お聞きしてて本当にあのお金だめとかね見てなくて本当に自分たちがどう考えてどう動いていくかそれが大事だと思うのすごく分かったんですけど、あのせっかく寺脇さんおられるのであのお聞きしたいんですけど、あの私あの学校図書館にずっと関わってきたもので今日はあの一般的なことがまあ多いんですけど、あのまあ、学校図書館はあの、まあ、学校だと文化センターだと思ってるので、であの子どもたちの文化の、まあ、中心になりたいと思って、それを頼むんじゃなくても地道にこうです、ね、地域ともつながったりいろんな活動もしてきたんですけど、でもやっぱりですね師匠を置いてくれないとあのいけないと、お金を出してもらわないと困るので、運動のなんか行動の中の一つにはどうしてもそのやっぱ行政にお金を出してくださいというのはあるんですよ。だからそういうふうなその行動とか流れは今日の話からだとどういうふうに考えたら。あ、図書館はあのちょっと性格が違うので、その別に図書館にあの勝手にやればいいということじゃないですよね。で図書館っていうのは、まあ、図書館をご存知だと思いますけれども、あのさっきちょっと なんかの話で出たな、あの、うん、昔の図書館っていうのは利用者のためにある図書館じゃなかったですよね。あのそれこそあの、うん、師匠のためにある図書館と言われても仕方がない。だっていや普通の一般図書館ですよ。だってご存知のように、まあご存知じゃない、30年ぐらい前まではあの平日の9時から5時までしか空いてないし、土曜日は午前中しかないし日曜日はお休みっていうのは、その人たちの勤務のためにやってるのかよっていう話じゃないですか。それをだから30年前にこれじゃいかんっていうんで、学習者の視点、まあ、だからそれは学習施設だという考え方に立ったら、障害学習の、いやいや、だからそれは分かって答えてるのね、学習、学習施設だから、障害学習って観点に立ったらいつでもどこでも誰でも学べなきゃいけないのに、そんなのいけないじゃないかと。いや、さあ、そうだ、思い出して、国立フィルムセンターなんかで勤め人は絶対見に行けないですよ。平日の最終上映6時からとかですよね。もう喧嘩売ってんのかみたいな話ですよ。でだから今ではもちろんご存知のように日曜だって空いてるし夜だって空いてるしみたいにするじゃないですか。で学校図書館も20年ぐらい前まではあの学校以外の人には見せない。つまり学校図書館、例えば岡山大学の図書館っていうのは岡山大学の教員と学生しか使っちゃいけないとか、放送大学の図書館ですらね、放送大学なんか一番開かれてなきゃいけないのに、放送大学の図書館ですら放送大学の学生じゃなきゃ見ない。放送で笑っちゃうでしょ。放送大学って放送で授業受けてるんですよ。全国で受けてるんですよ。で図書館っていうのは幕張の本部にしかないんですよ。そんなところに誰が来ます？学生、北海道にいる学生がそこに来るなんていうことはもうまずない。あるとすれば年に1回スクリーンでやるときに来る人がいるぐらいで、普通図書館乗るためだけに電車に乗ってそんなところまで行かないです。それなのに
絶対見せない。つまりお隣にある会社の人、放送大学の隣に立ってるビルに勤めてる人がそこで使おうと思ってもダメだ、あんた学生じゃないからダメだみたいなねことをやってたし、岡山はどうか知らないですけど、広島県の教育長になった時に広島県の県立高校なんかに立場を立ったっていうか、まあ、それなりにすごい本があって読みたいなと思うのがある。これ地域の人には開かないのって、なかなか開きませんよ。で生徒が誰も読まんような難しい本がいっぱい書いてあるわけだ、生徒はライトノベルみたいなのを読んでるわけで、まあそれは入れてくれてるのはいいんだけど、もちろん漱石全集とかがあるのはいいんですよ。で私学校行くと図書館行ったら必ず図書カードを調べるわけですよ。こんな立派な本があると、あの図書館の人がうちはこんなのがあるんですよ、誰が読んでんの、見ると図書カード真っ白で誰も見てない。せっかく今おっしゃる通り図書館って文化の宝庫なの、でもそれ使われて初めて文化でしょ。そこに本が並んでることなんか何の文化でもないですよね。だとするならばそれを広げていく、で広げていくことによって、今本当はだけど学校図書館って秘書教育ことになってるけど、それは各自治体の判断に委ねられてるから、それのあたりの交付税はちゃんと出してるんだけど、交付税の使い積算としてはそれは積算されてるんだけど、それは岡山市長がどう考えるかによって変わってきてる話ですよ。でそれはだからもうしょうがないんだよね。それは岡山市長選挙とか市議会議員選挙の時に言っていかなきゃいけない。ただその時に学校側が、今ちょっと私岡山市の学校図書館ってどうなんですか、開いてます全国的にはいい方ですね。要するに一般の方々も一枚開いてるってそういう意味ですよ。それはない、うん、だから開いてるのは大学の図書館だけだ。うん、だから大学の図書館、中学校とか小学校の高校の図書館は地域の人には今開いてない。うん、開いてないでしょ。でじゃあ誰が入ってくるか分かんない議論をしていったら、そんなに言ったってどこだって誰が入ってくるか分かんないですよ。でじゃあ100歩譲ってそんな保護者にだけ開放するっていうことだったっていいですよ。その見ず知らずの子供と関係ない人が入ってくるのが困るって言ったら、保護者は子供と関係あるわけだから、学校の中入ってくるのは当然の話でしょ。本来は開かれた学校なんだから誰だって入ってくるっていう風になってないよ、おかしい。そうするとつまりですよ、何が言いたいかっていうと、今は子供のためにだけしか開きませんと仮にしてるとすれば、その子供がいない時だってありますよね、休みの日もあれや夏休みもある。ところが地域に開かれてるっていうことになれば、そこに市をちゃんと置くっていうことの、必要性必然性は高まってきますよね。でそうするとそれをどうしていくのかっていう話になるだろうし、そしてそのじゃあどうやって置くのかの工夫もしていかなきゃいけないですね。あの市長の資格を持っている人ってすごいたくさんいるんですけど、市長として勤めている人っていうのはその中の何パーセントぐらいですかね。要するに市長の免許を持ってるけど、まあ、主婦をしてるとか、あの他の仕事をしてるとかいう人たちの能力をどう引き出していくのかっていう問題があると思う。フルタイムで月曜から金曜まで全部勤めるってことは不可能だけど、週に1回だったら行ってもいいよねみたいな人たちをどういうふうに引っ張り出していくかっていう問題があると思うんですよ。これは実はだからフィルムセンターも同じ、だから国立劇場のさっきの話も同じで、その閉じられてて自分たちだけがうまくいってる、その愛好者だけがうまくいってるっていうんじゃ訴求力はないです。誰にでも開かれるっていうのが文化でないと、そのマニアにしか見せないよとかいうようなことをやってると、それは私は文化だとは言えないことになっちゃうと思うんですね。なのでだって昔の公共図書館なんか子供は入れなかった、高校生以上じゃなきゃ多分ダメだったんですよ昔は。高校生以上が受験勉強に来るとき言えます。今はどんな小さい子供でも入れるようになって、子供たちが寝っ転がって本読めるようなスペースなんてみんな作っていくじゃないですか。やっぱり開かれたものにすることによって文化を全部が共有していくみたいなことなんですよ。新国立劇場にバレエ養成所っていうのがあって、これバレエの養成所あるじゃないですか、まあ、大体女性ですよね、綺麗なお姉さんの女性たちがバレエの子をしてるって、私その閉校式っていうか修了式の時に、それこそね文化庁の役人がねみんな行きたがるわけですよ。
で、で俺忙しいから行かないって言ったら、いや部長が来てくれない、なんとかですかって、行かないよって言って、もう行くの目に見えてるわけですよ、みんなその、若いバレリーナたちがさ、ありがとうございましたとか言って、お酒なんか次に来るもん、そういうのが、やだよね、まあパーティーですからね、だからもう、もう本当見れたい、じゃあとにかく仕事だから行くんだから、もうそんなの、俺行かないって言って、だって来たんだから何か言わなきゃいけない。あなたたちは本当に素晴らしい多分バレエ教育を受けたんでしょう、新国立劇場のバレエをするというか、でも誰のおかげでそれができたと思ってるかっていうことを考えてくださいね。それは国民の税金でやってるわけですよね、うん、そうその国民の中でバレエなんか見たことある人がどれだけいると思いますか。国民の中のもう多分9割以上の人は見たことないでしょう。北海道の漁師さんがね払った税金もここに入ってるわけだよね。で、あなたたちが超一流のバレリーナだから新国立でしか私はバレエやんないのとかね、そんなこと言ってんだ。もしそれが本当にありがとうございますと思うんだったら、北海道の漁師さんたちが見られるようなバレエっていうことを考えていかなきゃいけないでしょう。それがあって初めて、じゃあいいよほらあの税金をあれよくわかんないけど使っていいよみたいな話になっていく話です。やっぱりそのなんて言ったらいいのかな、お金が来ることのお金を出してくれっていうからにはやっぱ開かれてあらゆる国民にアプローチしていかなきゃいけない。マニアにだけ聞かせるようなクラシック演奏会でもダメだし、だからその頃あれ大阪フィルハーモニーか立ち行かなくなってきて、要するにマニアだけ相手にしてたことを大反省して大阪の路上に出てるなんか路上コンサートとかやるわけですよ。それはもうクラシックの演奏家としてはプライドあれでしょうけどね、でもやっぱり知ってもらわなきゃ分かんないというようなことをやるようになっていく。やっぱりそこがね大事だと思うんで、その図書館の場合もいかに開いていくか、それは360万人開くっていうのをいきなりやるっていうことじゃないですよ。だけど例えば週に1回とか月に1回地域の人に開いて本借りてもらってやっていきましょうみたいなね話をやっていくことによって、そうかやっぱりあそこに師匠がいないっていうのはおかしいよねっていう話になっていくんだろうし、もうさっきの市民会館の話だって演劇も見たことない人にとってはもうこの建物に俺の税金どうしてこんなに使わなきゃいけないのみたいになるわけだから、やっぱりその人たちにも素人の演劇なんか見たことない人たちにもなんかこう演劇って面白いなとかいうようなことをある程度開いていくっていうことは必要だと思うんですよね。だからそういう意味でやっぱり芸術っていうのは相手を選んじゃいけないと思うんですよ。誰にでも分かっても誰にでも分かるっていうのはまたちょっと語弊があるけど、その常に誰にでも分かることをやる必要はないと思うけど、そこへやっぱり縁なき主情っていうかね、それまでこれに縁のなかった人たちにもなんかこう働きかけていくようなことを思っていくっていうのが大事だと思うんで、例えば PTA の人たちにそれを使わせていくようなことになれば、PTA の中で議論があって、あそこに師匠がいないのおかしいよねみたいな話になっていくと、これはかなりまた変わってくるわけだし、ましてやだって選挙民がみんなまた図書館に師匠も置かないような市長なんか選ばないとか言い出したら、それは市長だって困るわけだし、それにはやっぱ知ってもらわないでしょうがない。子供選挙権ないから、子供にいくら素晴らしいあれやったってなかなかそこ届かないんですよ。やっぱりね、もう時間が終わり頃になってすごくなんかこうあれですね。一生懸命わかりますよ。なんかね、もうちょっと気分も欲しいなっていうような、やっぱり私は今日聞いて寺脇さんは寺脇さんだなと思いました。今日のお話、寺脇さんらしい。で坂部さんはやっぱりもう私はドキドキでもニヤニヤしそうになるぐらい、やっぱり坂部さんだなっていう話だったなと、私はね、お二人を知ってるっていうほどそんなにあれなんですけれども、そう思いました。今日楽しかったです。でそれこれもぜひよろしくお願いします。私今日チケット持ってますので、今チケットがありますので、ぜひお求めください、はい、19日の市民文化ホールでございます。なかなか、東京とどこでやりますかね、坂部さん。東京、名古屋、伊丹、岡山、ね、でも今日もね、なんか図書館の話もありましたけど、演劇なんだけどクジラのことやってます。
でいろんな沖縄のことも出てくるし、和歌山のことも出てくるし、インドネシアのことも出てきます。だから結局あの図書館に行って本を選んでると、この本読んで面白かったらここにあったこれをまた読みたいとかね、結局だからなんだろう、そのあと劇場の場合でも、例えば想像型っていうと、まあ、作品ができると皆さん思われるかもしれないけど、例えば地元の誰か高校生がそれに参加すると、その親御さんがあるいはまた友達が地域の人がそれを見に来るわけでしょ。結局だから図書館ってなんで豊かなのかっていうと、それフィードバックが永久にあるわけだし、友達に貸すかもしれないし、読むよって言うかもしれないし、だから何かね、そういうことをなんか僕らはちょっと忘れてる気がするんですよね。そうすると目の前の結果のことばっかり考えちゃうから。でだから演劇としてはいろんな題材が入ってますけれども、それではちょっと楽しく見ていただけるものになると思いますので、よろしくお願いいたします。で、あとはこれで一番楽しいんですか。これがお二人はいつもお金がね大変なんですよね。で坂手さんも大変ですし、寺脇さんだってテレビには出てますけれども、この売れない本を作るために一生懸命、これ文化庁から1円ももらってないもんね。ですけどね、いやだから補助金金出すべきじゃないって言ってるんだけど、もらうわけね。でもこの雑誌はね、全く執筆料はゼロです。皆さんタダで書いてます。私もですけど、私もタダで書いてます。そんなのに1500円、それ使いますよ、このぐらいは。1580円、安いもんですよ。税込みしますが、もうこんな他にはないですね、こういう映画雑誌は。ないですね、もうなくなりました。この本ならではの、その演劇には費用がまだ足りないっていうけど、映画にも費用、そんな君の名は素晴らしいみたいなことばかりしてしょうがないから、もう敵を回しましたね、去年で。だよで今日これ2冊上がりますので、今日は、1500円でいいんですか ね、いいですか、1500円もしますけど、もしよろしかったら、1500円で2冊ありますので、よろしかったらお買い求めください。できれば定期購読とかしてくださると嬉しいですよね。定期購読はちょっと用紙が入って、定期購読すると1冊1200円で送料込み。そうきましたね。でもそうすると映画の冒険が起こるんで、宝冠町に映画の冒険っていうお店があるんですけど、ご存知ですかね。そこに置いてますので、私は定期購読したいんですけど、吉富さんがうちから買えって言うんで、いつも近所だしそこで買ってます。はい、芝居の件も今日買うと300円安いです。本当に文化ってお金にならないですね。でも皆様のご協力で、いやだからそれは坂田さんがさっき言ったように、お金にならないから文化だっていう考え方も、いやそんなことは思い出せないです。いやだけどいやお金儲かってることは文化なのかっていう話じゃない。だから君の名は文化だと私は思ってないんですよ。思ってないっていうか、作品的にも、いや儲かってるからじゃないよ。作品的にこんなものが日本を代表するアニメだと思われてかなわなと思うわけですよ。全くそうです。次の話もあるけどね、それは専門的に言うと、私漫画学科で教えてるけど、漫画学科の学生に主人公の顔を描けるかって誰も描けないですよ。全く個性のないつまんない顔だから、主人公2人の顔っていうのはね、単純なアニメ顔、テレビアニメなんかでステレオタイプにあるアニメ顔って恥ずかしくないか。少なくともキャラがさ、普通のアニメだったら、例えばさ、何でもいいけど、もののけ姫の顔を描けって言ったらある程度描けますよ。俺ナウシカの顔を描けったら描けますよ。それはインパクトあるからですよ。そのキャラクターが、だってアニメーションってキャラクターがやっぱりすごい大事だって。芝居や映画だと生身の人間がやるわけだから、このキャラクターが生身じゃないやつ描くっていうことは、やっぱりそれだけのインパクトがあるものを主人公にしなくていいじゃないんだけど、だからそれは学生たちにこんなもんがいいと思っちゃいけない。やっぱりちゃんとキャラを作るっていうことが何より大事なんです。それがなくても200億円、あんまりそれ以上、はい、そうです。終わったのになるとね、だんだんこうあんな映画があるから日本はあったっていう。初めから、だいぶ飲んでから始めるんだよ。いや、なんか飲むといかんとかいろいろ飲んでませんよ。飲んであんな風になるのが悪
悪いって言ったから。いや、女風に言って。そろそろ終わったからよろしいようで。前回と山口仁さんとの、DVD もいくらで900円で売ってますので、面白いです。よろしければご購入ください。時間が随分遅くなりました。はい、それは入って置いてないんですかね。あ、いえ、完全資料で資料で100円も入れていただける。あ、そうですか。え、売ってる、売る、あ、売ってません、あの、売ってません、あの、同業、ただで、あ、偉いよ、あ、すごいちっちゃくて、私どもこの、まあ、24年を記念しては、NPO のアートハウスと申します。その25周年が来たので、一応25年間の記録集をまとめました。すごいね、これ。あの、まあ、あの、演劇とかダンスの舞台で、今も出してるんですか。お、出すの大変だもん。そうです、それでは長時間皆様、ありがとうございました。これで終わりたいと思います。